和骨。いらっしゃい。広告貢献1、タイダラボッチさんが1100ポイントニコニ広告しました。 F、タイユーニーさんが500ポイントニコニ広告しました。和骨です。いらっしゃい。琥珀、和骨です。4、日に日に日が短くなり鍋が美味しい季節の到来を。鍋の季節になりますね。よいしょ。広告貢献に、昆布炭酸が1000ポイントニコニ広告しました。広告貢献1、 F、 太陽兄さんが800ポイントニコニ広告しました。あー、新キャラ使いたい、新キャラ使いたい。忍者やりたいし、酔っ払いもやりたい。あと海おじさんにも。広告貢献1、昆布炭酸が1300ポイントニコニ広告しました。海おじさん。おや、森おじ、海おじと来てね。でも、もし次の DLC 来たら、あとは猫の手。砂おじ、1200ポイントニコニ広告しました。荒野おじ、荒野おじさんは荒野に何しに行くんだ。炎、炎おじさん。知らないナディオさんに大草原。ラギさんも完全初見だって言ったからね。いいよね、完全初見。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなぎおさんですね。そうですね。ひろひこさん、この前の配信の、はい、異世界食材感染から入れたらちょうど闇鍋できちゃって、しかも入れた食材浮いてきて自分のせいで闇鍋できた説がいや、影響度 0% ですよねって聞いて、関係ないけど、ただ1枠奪っちゃうんだなと思って、ちょっと。そう。悪い気分で。でも最強の戦術が生まれたじゃないですか。そうそうそう。ね、リスナー100人にね、入れてもらえばね、隠せるっていう。リスナー100人用意して、みんなに食材を入れ続けてもらえば、スパイは完全勝利ができるっていう。パワープレイみたいな。パワープレイ公認ですからね。いや、
このゲーム完全初見なんですけど大丈夫です大丈夫です大丈夫ですか何とでもなります。そう、鍋の季節になってきたねって感じでやれば大丈夫です、はい、なるほどなるほどちょっとヘアコード貼りますね、はい、募集に使うところに貼らせていただきます。はい、はい、もうヤギさんもヒロヒコさんもこのゲームやったことあるんですよね。私は結構やってます。おお、ないですよ。あ、ないですか。ラギさんも初見ですか。そう、でさっきスティームからで起動したところだよ。はいはいはい。あの、自分のプロフィールだけ選べるんで、はい、そう、なんかそこだけいじって、でなんか練習みたいな一回やって、まあ、流れみたいのはなんとなく分かったなるほどね。でもなんか難しいな、ちょっとな、何やってるのかちょっとよく分かんなかったっていうかいろいろ食材とかなんとか組み合わせみたいなのが出てきて、どうすればいいんだろう。店員の目標とスパイの目標が違うっていうことだけ分かってれば、はいはい、流れはね、戸玉さんが説明してくれながらやるんでなるほど、お願いします。はい、よろしくお願いします。みんなで遊ぶのところから、はい、何だったっけな、どこだったっけな、参加するの方で、参加するのこれか。あ、そうですね、このアイディアコピペできないんで手打ちしてください。あー、なるほど、ポチッと。お、いいです。募集の方にテキストがあります。お、入った。お、投げさん来た。いきなり始まった。キャラクターを選んでください。はいはい、能力差があります。なるほど。まあ、何使ってもそれなりに。ああ、何がいい？一番強いのは少年です。少年。少年は。あ、選択肢が増える。そう、選択肢が増えるということは、で、33% の確率でレアモンよりが増えるってことですね。枠が。なるほど。抽選枠が確定で増えるっていう。なるほど、なるほど。それでは、ざっくり説明をしながらして、あの準備の、ね、間にざっくり説明をさせてもらいます、はい。このゲームはですね、規定のラウンド中に、あの目標点数以上を稼ぐというのが、基本的な 目的になります、ただしですね、その中に一人だけ足を引っ張る輩が紛れ込んでまして、その人は規定のラウンドの間に届かせないことが目的になるという、まあ正体陰徳系、いわゆる人狼系のゲームになります、まあ、ゲームの流れはやりながら説明するんですけれど、鍋には入れちゃいけない食材っていうのが毎ターン、違ったやつが指定されますんで、それを調べる係と、食材を回収する係に分かれます。食材を回収してきて、禁止食材を避けて鍋に入れて、鍋を成功させて得点を稼ぐ、これを繰り返して、目標点数を稼ぐというゲームになっております。はい、スパイはなので禁止食材で嘘をつくとか、入れてないよと言って禁止食材を自分で入れるとか、まあ、そんなことをしながら、鍋を失敗に導いたり、点数を伸ばさせないように、まあ、いたずらを仕掛けていくという形になります。基本的には誰が何を入れたか分かんないんですけれど、情報屋に禁止食材を調べに行った時に、一人で行った時に限って、誰が何を入れたかっていうのを、食材を1個使うことでですね、調べることができます。なので禁止食材を入れたかどうかは、誰かに調べられちゃう可能性があるということだけちょっと覚えておいてください。ちょっとね、説明をしたんですけれど、一回鍋を作りながらやってみましょう。まずは1回目は練習ということでね、流れを覚えながらやってみてください。はい、すごい音、ドーンドーンドーン。ではいきます、よろしくお願いします。インポスターだー、はいはいはい、ルールは大体分かったぜ。なんだこれは。さ、最初のお守りを選んでください。最初のお守りは、お守りによってですね、能力といいますか点数に加点が入ります。このお守りを使って点数を徐々に伸ばしていくんですけれど、あまり、有効なものばかりを引き続けると、
店員が勝った後にですね、スパイがですね、その持ってるお守りを当てるというクイズがありまして、それで、スパイが正解しちゃうと、スパイの逆転勝利になっちゃいますんで、そうです。あまりいいものばかりを、強そうなものばかりを引いてると、やり返されちゃうとか、逆転されちゃうこともありますので、気をつけてください。傾向がわかるっていうね。そうです。そのスパイのクイズは、中間と最後にあります。中間はちょっと違うんですけれど、あ、しまったな、行き先出すの吹き出し作るの忘れちゃったな、申し訳ないです。ちょっとまあ言葉でやっていきましょうか、うん、奥の方に地図のマークの吹き出しがあると思うんですけど、そちらを押していただきますと、最終情報遺跡というふうにね分かれております。書いてある通りですね、基本的には真ん中の情報で禁止食材を調べます。これは誰か一人に言ってもらいます。遺跡は好きな食材を自分で選んでピックアップすることができるので、ここもかなり有効な場所です。ただここも一人で行かないとそういう風に使えないということです。じゃあ残りの二人はといったら普通の最終に行ってもらうということになりますね。とりあえず好きなところを選んでみてください。選んでみてくださいじゃダメな、どこに行きたいかをちょっと言ってください。本当はこれ吹き出しを、文字では選べるようにするんでしたけど、ちょっと今回設定を、失敗しまして、ね、できる設定に普段もしてなかったので申し訳ないです。視聴者に分かりやすいよね。なるほどなるほど。じゃあどこ行きたいかを言って行ってくださいになっちゃいますかね。なぎょさん行きたいとこあります？うわ、じゃあ最終に行こうかな。お、最終、どこの最終行きます？え、どこ、あ、この3種類3種類あるんだ。じゃあもう森、あ、じゃあ私も森行きます。森一緒に行きましょう。はい、ラギさんは情報屋か遺跡かどちらか、選んでいただけると助かりますね。情報屋の方に行ってみましょうか。はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。じゃあ僕遺跡行きます。選んでもらえばそのまま、決定になります。遺跡と採取の食材って違うんですか？遺跡と採取の違いはですね、採取はその行き先に応じた、属性ですね。森はと木属性、水だ、あ、海だと海属、水属性、荒野だと火属性って言って3種類属性があるんですけど、食材にはそれぞれの対応した属性の食材が集まりやすくなってます。遺跡は任意のものを自分で選んで持って帰れるので非常に強いです。なるほど。ただし人と一緒に行くとダメっていう。あ、ダメなんですか？選べなくなる。ああ、選べなくなる。書いてあります。2個しか引くなくなる。そうそうそう、はいはい。じゃあ、なぎよさん、行き先を決めます。じゃあ、森行きましょうか。森。めちゃくちゃ一緒に行こうとして。ちょっとあの、普通だとここで、ミュートにさせてもらうんですけれど、今回ね、初めてということで、しばらく、通話したままにしていきたいと思います。はいはい。まず、ラギさんの方話を進めていってもらうと、多分禁止食材の情報を真ん中にいるキャラクターが教えてくれると思うんです。うん。でそれを、公開していただけると他の人がその情報に合わせて、食材をね回収してくるという形になります。まあ、スパイはそこで嘘をついたりとかしてもいいというタイミングですね。はいはい。じゃあ、今回は情報を公開していただいてよろしいでしょうか。お、これ手動で選ぶことができるんだ、選択肢の中から。そうですね、そういうこともできますけど結構大変ですね。嘘をつくって真ん中に あったと思うんですけれど、それは選択肢を一回キャンセルしてもう一回話を聞くと再抽選することが一応できます。ふんふん。例えばここでね、緑はダメだよって言ったら、あ、私と南口さんいられないじゃんってなるから、スパイはそうやって点数を削るっていう作戦もできますね。はいはい。それでは食材を回収しましたら皆さんが戻ってくるのでしばらくお待ちください。はい、はい、ただいま。はい、お帰りなさい。ひろしこさんとなぎおさん同じとこに行きましたよね。はい、はいはいはい。何か大変なこと起きませんでした？大丈夫です。なぎおさんが呪われました。呪われた？え、呪われた？お守り見てください。どこ見るんですか？持ち物の右の R の方にお守りが見れるんですけど、食材の次のページに、はいはい、ここに幽霊の呪いがありませんか？
え、まだですか。え、どうだ。持ち物っていうところを下がって、はいはい、はい、持ち物選んで、こちらですけど、はい、これピロヒコさんの次の行き、あ、これ読んじゃっていいんですか。そうそうそう、あ、大丈夫です、読んじゃってください。ピロヒコさんの次の行き先がランダムになる、うなぎおさんの次の行き先がランダムになるっていうのは私が持ってます。これは私のストーカーの能力で、はいはい、50% は普通の食材、 30% は、なんか世界中食材とか、あ、違う、 30% でノリだったかな、 30% で良くないものを引いてくるっていう、良くない方を引きました。ヨシコさんがストーカー使うと初手大体呪われますよね。はい、じゃあね、このタイミングでやることはですね、真ん中の×の引き出しをしていただくとバンするっていうことが出ると思うんですけれど、これは食材を入れて欲しくない人に投票するところになります、うん、食材は1人、つき3個まで入れることができるんですけれど、バンされるたびにその枠が1個ずつ失われていきます。なので他の3人にバンされちゃうと、食材を入れることができなくなっちゃいます。うーん、まあ、裏を返せばスパイだと思う人に、バンをして食材を入れさせないようにするというのがこの、バン投票の意味になりますね。はい、うん、まあ、今回は、まあ、まだ誰がスパイかわからないとして、ヤギさんの言ってることが本当であれば、まあ、僕が入れて闇鍋を作るかどうかぐらいしか今ないので、選択肢がねほとんどないはずなので、他の2人は緑の森の属性の食材を多分たくさん手元に持っているはずなのでね、水属性を入れてるのは多分僕だけっていうのが簡単に分かるとこなので、食材を持ってないはずのラギさんにここは僕は票を集めたいと思います。要は他の3人でちゃんと点を稼ぎましょうねっていう話ですね。ほら、大丈夫ですかね。これあと、まあ、いきなり闇鍋作らんやろっていう感じですね。ああ、なるほどね。あ、今この履歴ってとこを押してもらうと、誰がどこに行ったかとか、今回の禁止食材が何だとかっていうのがですね、はい、まとまってるので、ここを見ながら、はいはいはい、このゲームメモ取らなくても大丈夫です。おお、へえ。で、まあ、さっき言った通りラギさんが水属性が、3つを入れちゃダメだよって言ったところで、ここで単独で水属性今入れれそうなの僕だけなんで、まあ、僕をバンしてもらってもいいですし、逆を言えば闇鍋できたらもうあの戸沢さんでしょっていう見立てもつくので、食材を持ってない、まあ、要はバンされなくても入れることができない人をとりあえずバンして、なるべくたくさん食材を入れれるようにしましょうっていう、はいはい、どっちの考え方もできるんですね、うん、1段目なので、まあ、初手情報屋行った人に、ね、とりあえず入れとくかっていうのが、まあね、とりあえずでやっとくのが多いですね。とりあえずね。でこのバンはされると食材は入れられないんですけれど、バンをどんどんされていくと強いお守りを引きやすくなるという効果もあるので、一概に悪い効果ではない、あの悪いことではないんですね。それはちょっと覚えておいてください、頭の隅ぐらいに入れて。ということで、じゃあ入れたい人に入れてもらって結構でございます。あの、じゃあとりあえずそうです、僕はライスに入れます。離投票ないんだ、田沢さんに入れるか。うん、はい、そうですね。もうまあなんかラギさんにとりあえず上が読めですか。で、真ん中のとこを押してもらうと、鍋に食材が入れられるように、なります。本当はここで、異世界食材って決めてもらったと思うんですけれど、あれを3つ以上みんなで入れちゃうと闇鍋ができちゃうので、自分何個入れますよとかっていうのを言ったり言わなかったりして調整を します。異世界食材、そうですね、あのですね、今引けてない通常のですね、食材であれば問題、通常の食材って言っても分かんないか、なんて言えばいいんだろうな、はい、ってありますね、ちょっと強い食材があるんですよ。ただその強い食材は、ね、1ターンに2個までしか、全員で2個までしか入れることができないという制限があります。それ以上入れると闇鍋に強制的になりますと。書いてあるんですか、その異世界、分かりやすく書いてあります、食材ってのは。おお、もう点数が 4点とかで、あの闇な、異世界食材が鍋に3つ入ると闇鍋ができるってテキストに書いてありますので、設定してない場合はチョコミントとか納豆とかが、はいはい、闇鍋になっちゃうとなんか
点数が低いんでしたっけ。ゼロです。ゼロ点ですね。ゼロ点。なるほど。そういうことですね。いいことない。ほうほうほう。じゃあ僕は異世界食材一つ入れます。はい。出ました。おお、光鍋。光鍋。闇鍋にしたからね。でこうやって、点数が、あの点数をどんどん稼いでいくわけですね。あー、なるほどね。で、これでターンをどんどん。そうです。で、成功するとまたお守りが引けるという形になります。おー。ルルルル。なんだろう。え？じゃあ、あ、これにしようかな。これ、なんかいいな。広告貢献さん。この組み合わせといいかな。お守りがね、溜まっていくから後半の方が点数が高くなってくるんですね。なるほど。それではどこに行きましょうか。僕次情報屋に行かせていただきたいなと思います。私と投げさんはどこに行くか宣言したところには行きません。呪いで。ああ、そうか、いけないのか、ランダムになっちゃうんですよね。そう。あ、で、禁酒食材っていうのは毎ターン変わるってこと、ね、毎ターン変わります。なので、私、誰か調べないといけないんですけれど、なるほどね。そう、さっきの呪いのせいで、なんと、ちょっと、ピロヒコさんとナギオさんには、言ってもらうことができないので。あの、これね、選んだところ以外から選ばれるらしいんで、ランダムに。あ、逆に。そう、だから私は、情報屋を選んで、ランダムでどっか行きます。んでもランダムってことは情報にそのまま行っちゃう可能性もある、うん、それだけはないんです。ないらしい。あ、ないないですね。おそれ以外選んだとこ以外に行くらしいんです。さあ、じゃあ情報屋とりあえず押しますね。はい、もしかしたら遺跡にいっぱい行っちゃうかもしれないと思います、ね、ああ、そうか、ランダム食材になっちゃうのか。そう、まあでも最終の方からの方が数が多いから、うんうん、なんでラギさんは最終に言うし、誰も来ないことを願って遺跡でもいいしっていう感じですかね。うん。誰も来ないことか。まあ誰が来、遺跡だったら絶対誰か来そうだね。まあ、だからね。そう思います。確かに。うん。別に誰かが来ても困ることはあんまないんじゃない？まあ、あんまりないです。そんなに何が変わるってわけでもないですけどね。じゃあ遺跡選んじゃおう。情報屋はだ、トドさんが行く感じ？はい、僕行きます。はい。ランダム。お、かぶった、かぶった、かぶった。あ、でも遺跡には僕はならなかった。そうですね。はいはい。はい、これで遺跡の効果がなくなってしまうってね。うん。本来だと、ね、2つ、いや3つか、好きなものを選べるんですけど、今多分2つしか選べないと思うんですよ、決まったやつが。はい、はい。おなんか海の場所なのに炎が出たけど、そういうこともあります、はい、遺跡の方で決まったやつ、決まったやつの方はお互い同じ素材を手に入るってこと？それとも別々？別々ですね。別々ね。ただしこのストーカーの効果で引いたものは同じになりますね。ただ私の効果はナギオさんとしか発動しないんで。そうなんだ。そうなんだ。ではナギオさん、それあの見たところちょっとわからないですけど、一覧全部同じ食材が並んでる感じですか？あ、そうですね。それは呪われてますね。呪われてる、内容さんが呪われてる、はい、スパイの妨害があって、スパイはお守りを引く代わりに呪いを引いて、店員を妨害していきます。横の方、左の方にですね、本のマークがあると思うんですけど、そちらちょっと押していただけますでしょうか。左の、あ、はいはいはい、はい、画面の左の方ですね、うん、ちょっと下の方にスクロールしていっていますと、まあ、今回の食材と、あ、上から順にキャラクター、今回の食材、今回の店員の飛行守り、今回の、スパイが使ってくる呪いっていうのが一覧になってるんですね。でもこの中の真ん中にあるなんか黒いもやの中に赤と白の文字が書いてある悪夢の呪いってやつがあると思うんですけど、これを多分なぎおさんは食らったわけですね。食らってますね、これは。食らっちゃいましたね。食、はい、らっちゃいましたね。はいはいはい。あ、だから同じやつしか出なくて。同じやつしか出てないんだと思います。はいはいはい。これは、あのスパイは一回、あのラメが成功するたびに何か呪いをしてきますので、誰かが何か、呪いを受ける、もしくは
見えない呪いってのもありますので、隣の手のマーク、R お守りが見つけられない、レア お守りっていう強いお守りが見つけられないは呪われてるかどうかわからないです。ああ、なるほどね。はい、その上の、なんか山みたいな形してるやつも鍋の点数がちょっと低くなるだけなんで呪われてるかどうかはわからないです。こういう見えない呪いもあるということですね。はいはい、なのでそれを使ってくる可能性もあるので気をつけてください。呪われた時にこういう風に宣言できます。なるほど。吹き出し、反対側右側の吹き出しからですね、呪われたことをまあ、話すこともできるんですけど、今回ボイスがあるんで多分それは使わなくても大丈夫。なんかおかしいなと思ったら、まあ、おかしいかどうかがわからないかもしれないですけど、なんかおかしいなと思ったら聞いてください。おお、はい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 。はい、ということで今回は誰に入れましょうですね。難しいですね。ダイオウイカの触手を持ってそうな人に入れるか、それともこの人がスパイじゃないかって人を決め打ちして入れるかなんですけど、こう1個でもあるとダメっていうものの場合はやっぱり3票集めた方がいいとされてますね。誰に集めるかということを相談しなきゃいけないけど、ああ1個でもあると、そうそうそう、1個でも入れられる人がいればその人が入れた時に闇鍋になってしまうけども、3個3票バンされてるとその人だけは絶対に闇鍋作ったことにならないっていう白格が取れます。うーん、闇ができた時にというセオリーがあります。はい、どうします、誰に入れますみんな。なんかナキオさんは食材呪われてて、はい、下の2人は遺跡行ってるから誰もこのターン能動的に食材引けてないっすよね。そうだね、だからダイオウイカ持ってそうな人いないんだよね。なるほど。誰に入れても同じやって感じがする。ああ、このターンで闇鍋はできないんじゃないかな、できるような、うん、強いて言うならナキオさんが異世界食材を3つ投入するくらいですね。の闇鍋できそうな。なるほどなるほど。好きな人に入れましょうか。はいはいはい、はいはい、じゃあ僕はピロシコさんに入れます。情報屋に行った戸様さんにとりあえず入れるか。なんか困ったら情報屋行った人に入れればいいんでしたっけ。いや、そうとは限らない。そうとは限らない。なるほど。初手はそうだけど、あ、初手ね、そう、どうせ入れられない人だからっていうだけですね。あー、そっかそっか、初手だとそうか、持ってないからか、確かに。そうそうそう。あとはピロヒコさんですかね。はい、2票ずつだ。2票ずつだ。はい、これ自分は異世界食材入れますよみたいな、なんかそういうやりとりもした方がいいですね。した方がいいですか。異世界食材もないです。黙って入れても問題はないですけど、ああ、でも失敗しちゃう。そう、事故があるんですよ。じゃあ1個だけ入れようかな、異世界食材1個。あ、で 3個になっちゃうと失敗でしたっけ。そうそうそう、はい、じゃあ1個入れます、うん。異世界食材は異世界食材って書いてあるもんであってるな。あ、そうですね。なんか書いてあるんですよね。異世界食材。ナギさんも持ってる？ないよ。ないんだ。じゃあ、いいか。うん。そう。ナギオさんが1個だけだったら、私とソダマさんは、こう、2個入れて3個にしようということができないってことですね。できない。そうそうそう、闇鍋を作ろうと画策することができない。そうそうそう。もし私か戸玉さんがスパイだった場合に闇鍋を作ろうとしても作れないっていうターンですね。うん、それはどうしてですか。ああ、その所持数が足りないから。そうそうそう、投入数が足りない、投入枠が足りなくてってことですよね。投げ、はい、さんが1個入れるって分かってても、はい、僕たちは2個今同時に入れることができないので、こっそり2個異世界食材入れて闇鍋にしてやろうということはできないっていうことですね。うんうんうん、なるほど。あ、スパイはできたら、あ、呪われることない。はいはい、全部。スパイは呪われることはあるんでしたっけ？スパイ自身の効果じゃなくて、何らかの理由で食材。何らかの理由があればか。そう、食材とかストーカーとか。ああ、なるほど。スパイは自分が呪われたって嘘ついてサボることができます。そうそうそう。うん、
この人呪われてないよねって言って、じゃあこの人がスパイじゃないのっていうことも初心者得だとありえます。はい、14点だ。一気に点が伸びましたね。はい、世界食材の力かなですかね。お、なんだお守りってなんだろう、同じのがあったら効果重なるんですか。あ、重なります。あ、なるほどなるほど。そうそう、同じのをいっぱい拾っても大丈夫。はいはい、さあ次ですね、はい、僕はこれ呪われてない、もう呪いは解けてる。はい、大丈夫です。なぎょさん、そろそろ情報焼きます。あ、じゃあ行ってみようかな。僕は通常の採取に行かせていただきます。なぎさんはさっき遺跡失敗したからもう一回行っていいよ。もう一回行ってくるか。あ、はいはい、じゃあ僕情報屋をしますね。はい、ちなみに情報屋私と一緒に行くと、なぎょさんが食材を広げるチャンスもあります。トーカーの効果をなぎょさんに押し付けて、食材を情報屋に行っても拾えるっていう。あ、やっていいですか。あの食材調べるやつやってほしいんで。あ、そうだ、じゃあやめとこ、うん、じゃあ最新します。はい、その禁止の食材を言うタイミングっていつでしたっけ、はい、その今後、まあ、ボイチャーオフになるタイミングがあるんですよね。はいはい、これはラギさんが行って、あ、ラギさんじゃないか、ナギさんが行って宣言がね、こう画面に選択肢が出るんで、そこでポチッと押してもらえば出ます、うん、あ、なるほどなるほど、了解です。おーや、行き先一緒だった。これを返せるのか、そういうことですね。はいはいはい、で、1ターン目だと出てないんですけれど、その後に、食材を1個使って誰か何を入れたかを調べますかみたいな話をされるので、食材が余ってたらちょっと誰でもよくはないけど、まあでも前回のは全員入れたチャンスがあるから誰でもいいですかね。やってみてくださいなっていうんですかね。入れてみようか。さあ、クソ余ってるから、ね。うん。ん？何かありましたか？もう遺跡の方は抽選でやってきたもの以外はランダムに変えたり、自分で任意で変えるというのはできない感じ？次のページがあるんで、単色。あ、次のページか、はい。次のページというものか。もしくは。これ見れるの？なんか、あ、そうそう、テキストチャットみたいので確認できるんですね。そうそうそう、履歴みたいな。吹き出しがあります。なんなら履歴の方でも、前回の2ターン目に私が入れたものを、なぎょさんの宣言がここに映るようになります。はい。ああ。なるほどね。あれか、呪いの要素かな。なるほど。異世界食材ばっかりとかっていう感じなんです、ね、うん、同じものがね。あ、異世界食材しか引けない。遺跡行ったのにってやつですね。そういう内容か。なるほどね。これ実績あるんですよ。自分がスパイの時に遺跡に行く人に呪いで異世界食材しか拾えないようにすると、異世界食材しか拾えない遺跡の実績があります。いや、実績詳しいな。まあ実績全部取ってんでね。はいはい。はい、じゃあ次は水属性ですね。うーん、なるほど。水属性が2個以上ある。おお、2個ずつ、2票ずつは誰かに集めておけば、うん、2人は来ることはできないっていうことですね、うん、水を持ってそうな人か、遺跡に行った人かみたいな。ああ、
遺跡に行って異世界の水属性なので全部ぶっ込むとウルトラスーパー闇鍋ができるよ。どうかな。それはやばいからラギさんに入れた方がいいっていう。ラギさんに2章は入れたい。はい、あ、僕入れましたとりあえず。え、じゃあよしこさんか僕か。じゃあ私ラギさんに入れるんで。あー了解です。じゃあ僕ラギさんの入れたところに合わせます。うん、じゃあそうだね、なぎわさんあたり行ってみるか。了解です。はい、世界食材入れる人います？入れないです。じゃあさっきの 水と異世界のやつぶっ込むね。1個ただ1個入れるとこうね、1個しか入れられないって人が、例えばなぎょうさんもこっそり1個入れたら闇なみなりですね。水と水の水属性を。なるほど。でもそれはもう入れるって宣言した人はもう強いでしょ、うん、入れないって選択肢もあるか。何も選ばずに入れるをやれば入れないというわけね。そうそうそうですね。やめよっか。お慎重派。世界食材じゃ1個入れようかな。お、なぎおさんが入れる。僕は異世界食材も入れません。水属性ももちろん入れません。おお、変数が出ますね。なるほど、めちゃくちゃ順調の点数だな。これはちょっとスパイの人は頑張らないと何もせず終わってしまう。なるほど。で今シーンが変わったと思うんですけれど、これ点数が半分を越したところで、スパイクイズ、中間のスパイクイズというのが入ってます。こちらですね、あの上の方にあるんですけれど、右上の方の、三角重視を押すといきなり問題まで飛ばせるんですけれど、はい、スパイの人が、には問題が見えてます。今までにこの食材を一番送りしてた店員は誰っていうのが多分今見えてまして、スパイの人は履歴をこう漁りながら、きっと今誰が一番何入れたんだろうっていうのを考えてるところです。で正解するとスパイはですね、さっきの辞書の一番下の3つのうちのどれかを取ってきます。獲得することができます。どれも強いです。手持ちの食材全部ぶっ飛ばすとか、点数がこれから半分になるとか、みんなにバンされても1個入れられるようになるとか、非常に強力なお守りを取ってくるので、それを取ってくるとスパイは非常に厄介になります。なるほど。まあ、今ちょっとスパイの人は喋ってないと思うんですけれど、ありがとうございます。ここ本来ミュートでやらせていただきますんで、あとねまた行ってみます。いやこれなぎおさんかなって。え言っちゃったらもうあれです。そうそうそう、正解。スパイが成功したので、スパイの人は公開したみたいなので食材がなくなりました。ドリアンを引いたんですね。中間クイズに敗北すると店員は苦しくなります。僕の増えるワカメがあんないっぱいあった。呪いで手に入ってチョコミントが全部なくなっちゃったんだが、毎ターン1、2個入れてて、入れると2個になって帰ってくるから。持ち物がワカメだらけだったんですよ。楽しいんだよねあれ。なるほど。さあここ持ち物がなくて厳しいとこですが、どうしましょうか。どうしよう。じゃあ僕遺跡行ったことないから、遺跡行ってみたいな。お、行ってらっしゃい。僕食材回収に行きたいです。普通にの回収に行きたいです。じゃあ情報屋まだ行ってない、私が情報屋に行くけど食材がない。そうですね。ああ、そうか、食材を1個支払うと他の。そうそうそう、だから私が情報屋行くと、っていうかみんなそうなんだけど、そう、今回は点数があんまり出せないよっていう感じですね。なるほど。
まあ、情報いきますね。はい。まだ折り返しですからね、このターンで。そう、うん、このペースで出してたら負けることはないですからね。調子はいいです、うん、めちゃくちゃいいです。まだこのここで6点とかでも間に合います。そんなに6点でもいってる、大使の方で今夜でも行っていくか。はい、もうばらけましたね。はい、さて禁止食材は。なるほど。おお、すげえ。おお、あ、今一個で回るとダメ。そう、これに気をつけてねって。え、なるほど。支払うものないじゃん。じゃあ持って帰っちゃダメだな、手羽先フェニックス。森にあったのに。どうしよう。あっちにもあったぞ、手羽先フェニックス。持って帰ってもいいけど、入れられないね。そうだね。あ、そっか、フェニックス選び。同じやつを一旦個も持って帰ることもできますよ。あはは、なるほど。ちょ、また増えるわ、仮面。わかめは増やすの楽しいからね。あ、つきました。ただ、わかめ自体に点数がないんですよね。あ、そうなんですよね。特殊食材なんでね、点数が 2、うん、2だったり0だったりしますね。さて、誰に入れようかな。誰にしようかな。手羽先フェニックスがあるぞ、ね。これはね、やっぱり一人に固めたいターンですね。あるって話してた。僕もある持ってきてはないですけど、まあ、誰でも入れられるっていう。ちなみに私が入れる可能性は、私がスパイなら、スパイは食材失わないんで、ああ、そうか。これで余裕で入れられる可能性もあります。なるほど。そう、誰でも入れられる可能性がありますね。100% 確実に引けたのはナギオさん。まあ、ただ僕とラギさんもあると宣言したので、持ってる可能性は非常に高いので。 そしてもう一つ考えなきゃいけないのは、私が嘘をついてる可能性もあるということですね。あと、それもね、そう、本当は無限ワカメだよっていう可能性もありますから。あ、一番困る。ね、あ、せっかくだからナギオさんとラギさんに考えてほしいな。はいはい、ああ、でも確率の問題ですからね、まだ印象論とか。そう、あ、今まで点数出てますからね、怪しい人いないんですよ。なんとなく怪しいの段階ですからね、まだ確定で怪しい人はまだいないので、うん、そう、そろそろ点数を抑えないと厳しくなってきて、焦って闇闇を作るみたいなこともよくありますね。序盤は潜伏してね。まあ、とりあえず表の方全合わせの方して、はい、まあそれがいいでしょうね。そうですね。ただピロヒコさんに表を全部入れちゃったとしても、そのピロヒコさんが嘘ついてた時に何もわからなくなっちゃうので、ピロヒコさんに集めるのは良くないですよね。そう、というわけで、私が嘘ついてた場合、資格が取れないっていうことですね。そう、手羽先フェニックスを持っていたという、こちらかトドさんどっちかを完封するのがよろしいというわけで、トドマさんあたりの方はまだ全部パしてみるか、罰を。じゃあトドマさんに入れるで。はい、わかりました。じゃあ僕は点数出してほしいんでピルヒコさんに入れますね。はい、まあ私は何にもないんで、ヤギさんとナギオさんで頑張ってください。はい、ということです。ははん、何入れます。世界食材入れます。ないよ。ない。僕1個だけあるから入れようか。異世界食材には別の効果もあって、入れた後に食材をランダムに引いてくるという効果もあります。あ、だからか。なんかいつの間にか食材増えてんなと思って。うん、でこれで闇鍋ができたらだ、プラスがマイナスに反転するとか、そんな感じ。
ゼロ点数がゼロになるだけでマイナス点数はないです。あ、そうなんだ。はい。うん。じゃあいいや。医療。おお。鶏鍋だ。いいね。17点。おお。なるほどなるほど。わかめが増えた。ああ、なるほど。ほんとこれでいいんじゃない。あ、でもそっか、今あれなのか。3ラウンド。どうしよう。あ、どこ行きましょうか。最近行ってなかった最初行こうかな。お。ただこのターン、食材に余裕がある人が情報屋行くと、前回誰が何入れたかって調べられて、あと このターンも普通に入れられるっていうのがありますね。はいはいはい。僕今手持ち3つだから、じゃあ行ってもいいですよ。僕も3つあります。あ、3つある。どっちがいいです？いや、どっちがいいっす。内容さんに決めてもらおう。あ、じゃあ僕採取行きますね、それなら。はい、了解です。じゃあ僕情報屋行きます。はい。採取。じゃあさっき。どこ行こうかな。私が遺跡行ってもいいかな、じゃあ。はい。海に行こうかな。あ、じゃあ、なぎょさんと海行こう。あ、そう？遺跡譲るわ。じゃあ、遺跡行くわ。なぎょさんと海行きます。はいはい。まだ二人でいちゃついてやがって。はいはい、呪われるんじゃないか。そんなまさか呪いばっかりじゃないですよ。お発見した。ここ本来はミュートですけど。ああ、はいはい。いいもの引きましたねって。できます。なるほどなるほど。ちなみにこの効果は同じものを引きます、なぎょさんと私で。同じものを引く。そう、あのストーカーの効果で持ち物が増えてると思うんですけど。あ、本当だ、増えてる。これがストーカーの通常食材を拾う時の効果です。あ、へえ。あ、貴族性がダメ、増えればかみ入れられないじゃん。じゃあこれかな。でも今回の水食材が入れられるか大丈夫。そうそうそう。あ、ですね、まあ、嘘じゃなければ。そうですね、嘘じゃなければ。17点ですか。17点ですね。あー、どうする。あー、どうしましょう。僕とピロヒコさんは海行ったから、そう、入れられる、木が持ってないって感じで、ラギさんかパザマさんになる。ナギオさん持ってるんだけど。あー、持ってるじゃん、持ってる。あー、そうですね、うん、ウェルワカメ持ってる。うん、ウェルワカメ持ってるって言ってるので、ナギオさんも投入はできる、できる、うん、ですね。僕はさっき森に行ったんで持ってます。そう、あー、パザマさんさっき3番3つもらって森の食でそのまんま持ってるんで。あ、そうか。そうそうでこちらの方が、あの遺跡行ったんで持ってないよと言っても、何でも持って帰る場所から戻ってきたわけなのでな。そうですね、ひろしこさん以外は持ってそうな可能性は非常に高いですよね。なぎょさん目線でこう危なそうな人に入れるか、怪しい人に入れるかっていう。どうしよう、みんな持ってる可能性あるから。全然ある。ひろひこさん以外ですね。だ、僕知ってんだ。だから、まあ、戸玉さん、ラギさんに2票ずつ入れるみたいな。2票ずつは安定ですね。ってことですよね。なるほど。じゃあ、戸玉さんに入れるな。バン。じゃあ、僕はラギさんに入れますね。ラギさん、どっち入れます？じゃあ、僕、ピル、あ、なんだ、戸玉さんに入れます。じゃあ、私がラギさん。はい。あ、おっと。あれ、今。呪われました。呪われた？投票がランダムになったというこれです。あー、ほんとだ、なぎさんに1票入れちゃった。いや、なるほど、呪われた。
定のやつに。そう、だから戸玉さんだけが2票入ってて、今なぎさんとラギさんは別に貴族手を2個ずつ入れることが可能な状態になってますね。なるほどなるほど。だからここで闇鍋ができた場合3択になるんですね。私もあるし。というわけで、いや、異世界食材入れる人います？入れないです。入れないよ。1個入れます。はい、もう入れちゃった。あ、もう決定してる。おっ、でーん、でーん、出たー、出たー。海のカッパ手羽鍋。カッパなのか手羽なのか。おぉ、失敗してしまった。さあどうする。あとラウンドですね。ここで闇鍋を作ってきたと。一番関係なさそうなのは誰なんだ？これ今闇鍋に見えてる食材のうち2つ入れてるのが私なんですよね。っていうことが言えて、私は白っぽいっていうアピールはできるんですよ。あ、ちなみに僕のキャラクターの能力が闇鍋ができた時に食材を、その中に入ってた食材が1個返ってくるんですけど、湿布返ってきました。あ、じゃあ全部見えてますね。私の、僕は湿布を今手に持ってます。湿布、あの湿布が入ってたんですよ、あの鍋の中には。異世界食材です。湿布鍋に入れるとブヨブヨになって膨らむ。いやー、異世界食材って一覧にないですかね。異世界食材は一覧にはないです。なので本当はそうです。誰が何系のどこの属性の何を持ってるかわからないんですけれど、ピロシコさんの湿布はね、ちょっと印象に強くて残ってるので。私のは水属性なんで。でここで考えるのは、ラギさんかナギオさんが木属性を2個入れたか、もしくは異世界食材事故を起こしたか、それとも戸玉さんが情報を嘘ついてるかですね。あー、そっか。あと私が入れたものはもう全部オープンだったんで、今一番白いのが私ってことになる。なるほど。どこ行こう。なんで情報屋はピロヒコさんに行ってもらっていいかな。あー、そっか、白いから。そうですね。じゃあまた採取行こうかな。誰を調べるはあります？そうですね、遺跡に行ったラギさんかな。おお、なるほど。で、情報行きます。遺跡に行きたい人がいなければ遺跡に行こうかなと。はい、うん、どうしよう、また海行こうかな。特に行く目的がないな、今回は。情報屋に行く人は、ピルカさん。はい、うん、そうですね。で、闇鍋ができた後ってお守り拾えてなかったと思うんで、同じように、スパイの呪いを新しく引くことができないので、行き先がランダムになるって呪いがあったじゃないですか。あれをやってくることはないので、一人で行ってもらって大丈夫なので、ピルカさんにお任せしておけばいいと思います。はいはい。呪いは光鍋ができて、お守りを もらうときに、同じくお守りと呪い、どっちかそれぞれね、スパイなら呪いを引くっていうことなんで、闇鍋のときはスパイでも呪いは引けないってことですね。で、遺跡行く方いなさそうなら遺跡行きますね。じゃあ海行きます。もらいます。じゃあ森林行くか。はいはい。さあさあさあ、あれ、いかにさすがに。あ、生産された。あれ、生産された。これ戻ってこれるんで大丈夫です。あ、さん頑張って持ってきてください。あ、なるほど。僕は大丈夫です。はい、入った。待ってましょうか。戻ってきた。はいはい。禁止食材はイカかサソリでしたっけ。あ、
ね、選びかけてた。危ない。危ない危ない。なぎおさんのとこにいたが。危ねえ。なるほど。はい、オッケー。これでラギさんは白角。はいはい、はいはい。僕が風間さんって話してんの。そう、ラギさん目線で推理してもらおうかな。はいはい。うん、前回の件、持続性が2個以上あるとダメということで、キノコ1個を突っ込んだだけだからね。そう。で、ピルコさんの方、そう、で、ピルコさんの方が入れた情報の方を結構い、出しているわけなので、白に近いというわけでしょ。私の情報が、まあ、前回の食材が3つとも見えてて、持続性を入れられないっていうのが分かってるんで、はい、私もほぼ白ですね。そう。完全に白なのは今、ラギ。となると二択でしょう。なぎおさんの方が貴族性の予想をぶっぱしたか、とどまさんの方がデタラメな情報を持ってきたかった。あ、そうですね。僕が嘘をついてたらってのはある話です、はい、うん。で、呪いを受けるのって、あのスパイの方は呪いを受けないんだったっけね。受ける可能性もあるって嘘をつくことある話です。なるほど、ね。ああ、嘘をつく。はいはい。うん。で考えると、やっぱり貴族性が2個以上あるっていうのがでダメなんじゃねというのが可能性は私は高いんじゃない？なるほど。なるほど。はいはい。という感じで、うん。いや、でも反論するのは、するところがないからな、それな。ああ、そうだね。小沢さんに。そうなると、戸田さんがとても黒くなるというわけなんで、戸田さんにぶっぱでよろしいでしょう。ですね、そう、じゃあ僕はなぎおさんに入れます。はい。ん？なんか出てきた。何かとは。呪いバレました？いや。大丈夫ですね。あ、投票のあれが出てきたのか。僕が多分投票しましたっていう吹き出しだと思います、はいはい。異世界食材は入れないです。異世界食材ないです。異世界食材なし。シミネコさんが1000ポイントに何広告。禁止食材は大王以下の食す。食食は電気サソリの。はい。ペン。おー。でてーん。おー、すげえ。26。すごい点数だな。すごい。はい。正解でーす。わみんなに呪い振りまいてたからな、はい、それは怪しい。このお守りを持ってる人は誰？このお守りを持ってる人は誰？これはもう全員に見えてるんですか？そうです、これはもうこっち中間は見えなかったですけど、これは見えてます。ああ。お守りの話ではあんましない方がいいです。なるほどね、今までも出てきたお守りで、ね、何でも喋ったけどね、逆転クイズっていうのがあるんで、はい、うん、手持ちがこのタイプのお守りを待ってる人は誰か。中間の内容さんもマジで適当に入れただけで、何の推理もせずに当たっちゃったからどうしようかな。ダイオウイカじゃない、ドリアン引いた後に盾を取ってるんですよね、この人は。だから、僕の中ではラギさんかピロヒコさんですね。どっちかな。ラギさんかピロヒコさんで、ピロヒコさんかな。最後のお守りは嘘なんじゃないかな。お？いけ。嘘。はいわ。正解。正解。検証率になりました。正解。あれはごまかしに行ったやつかなって。あ、これ僕の手持ちだと思ってたら、ひろひこさんだった。ほぼ同じ。ほぼ同じ。限りなく同じじゃないですか。なんて思ってたっけなって思いながら言わないでいいんだけど。で、これで増えるわかめのあれで2点加算どんどんしてったんです。してたんですよね。あ、で、ひろひこさんもやってたのか、それを。うん。へぇー。ピロヒコさんもワカメっぽいなと思ったけど、ピロヒコさん中間
はず、あったか、当たらなかったから、全然わからなかったけど、どうだったのか。最終評価全部真ん中だな。お、すごい。これは逆にすごい。これ、称号取れるじゃん、大木さん。称号あ、なんかあったかな。そう、全部真ん中を取るっていう称号があります。あ、本当だ。敵の鍋、全てのプレイスタイルが中央だった、6.5%。あ、投げさん、若干身長入り寄ってる。そうそう。好きなもの、ほんとだ。チップってそういうことか。そう。あ、投げさん、GHQ登録してたんだ。あ、そう、GHQ って。へぇ。あの人のアイテムには行かないです、これは。行くことがあります。あ、行くことがある。なるほど。そういうキャラの能力で引いたり。ピロヒコさんのストーカーの能力だと、誰かの異世界食材を3つとか引っ張ってくることがあるんで、はい、よくわからんのがいきなり出てきたりはします。なるほどね。異世界食材ってあれか。その人が登録してる食材。そうそうそう。そうです。好きなものです。その人の登録してる好きなものですね。なるほど、ね。好きな属性を選べます。はいはい。こんな感じでやっていきますね。はい、ルールは分かったぜ。これでリリシア見るな、はい。今回はめちゃくちゃ天の発音が早かったから、もうどこで、どっかで仕掛けなきゃ、1回ぐらい仕掛けなきゃって思ったけど、結局雑なタイミングの仕掛けになってしまった。なるほどね。でも、テバフェにはラギさんがいっぱい入れてんだよな。はいはいはい。そうだ、フェイクさ、赤い盾あったからラギさんかなと思って、結構思ってたんですけど。よかったよかった。まあ、こんな感じで、構成をガチガチにしたりすると結構読まれちゃうので、いらないお守りをあえてちょっと引くとかね、すると。そう、あえてやってるっていうのを見ると逆に上手い人かなって思ったりね。同じものばっかりじゃなくて。うん。これで終わりで OK というわけで。はい、一回終わってください。はい。こんな感じで進めていくことになります。今はね、結構ゆっくりめにといいますか、説明をしながらやったので、もう少しね、テンポが早くできると思います。うん、ちょっとね、行き先を宣言できるようにするというチェックを入れ忘れてましたので、次はね、ちゃんと忘れず入れますので、よろしくお願いします、はい。キャラクターを変える人がいたら変えてください。変えてみようか。どうしよう。僕はおじさんになります。ちなみにさっきから私が使ってるのは DLC キャラなんで、うん、DLC 買ってないと選べないです、ね、はい、なるほどね。そんなこと言われたら究極のいつものを使うしかないな。そんな無能力に限りが近いキャラクターを、なんか魔王っていうのしてる。R お守りが手に入りやすい。そう、遺跡に行くと R お守りを引きやすい。はいはい。ああ。ニラマントさんだ。強いですよ。では行きましょう。よろしくお願いします。グラフィリティ何でいった。ミュートのタイミングってどこで？あ、いますんで大丈夫です。あ、はい。単独行動の時ですね、大体。はいはいはい。どうしよう。ガンバへ。あ、まさかね、連続でスパイなんていう、そんな面白い展開は。まさかね。まさかね。ちなみにスパイになると、引き出しの方でヒントがもらえるんで、それ読まないようにしてください。読まないようにして。読み上げちゃいけないはいはい。スパイはですね、あらかじめ禁止食材が分かってます。そしたら情報屋に行かなくても禁止食材を知ってるというね。履歴を見越すといつでも見れます。スパイの人は、それ、ちょっとね、さっき自分だったから説明するのもあれかなと思って、まあ、なるほどね、うん。今回はちゃんと言っておきますね。はい、ではどこに行きましょうか。今、頭の上にですね、皆さんの、なんか矢印の丸いマークがついてると思うんですけど、はい、これをやるとどこに行きたいっていうのをね、言うことができますんでね。これをうまく使っていきましょう。お守り手にしたい。ここは何回でも変えられます。どこでもいいよが選択肢ないな。そうなんですよ。そういう時はな、あえて何も出さないっていう。まあ、最終ならね、3つのうちのどれかだから、どれでものうちはこれかな。
でもアリさんのキャラクターに早速情報屋に行ってもらったら、ね、ありですけどね。行けます。なぎおさんのキャラは遺跡に行くと強い。何でもの食材を一つ取く、はい、確かにね。じゃあこれで、じゃあ行きますか。はい、はい、で、ではミュート、ここからミュートにしてください。ほざほざ。ラギさんが確定とざまさん、非属性をやめて、非属性をやめて。あ、ラギさん、いろいろ見てるのかな。よかった。萩尾さんが入れるもの選んでる。萩尾さん GHK 持って帰るかな。ただいま。はい、お帰りなさい。あ、さあ、今回は無限ワカメが入れられないということでですね。このリサイクルマークでこういうことがいい。誰に集めたいかもね。これでも誰に集めるもないような気も しますけどね。強いて言うなら、うん、ラギさんを1個入れることができる今回。あら、はいはい、あ、そういえばそうだわ。そっか、ヤンキーはあれか、情報屋に行ったら食材がもらえるんでしたっけ。そうそうそう、あの情報屋からカツアゲしてる。強いて言うと、なぎおさんの能力は投票を集めるとさらにレアを守りをどんどん引きやすくなっていくっていう。え、そうなんですか。そうそうそう。そこまで遺跡に行くっていうのと投票を集めるというので2つが重なって、異世界食材どこに書いてあります。レアを守りはね、ポータルの方に書いてるんで。レアお守りを手に入れたときに、レアお守りの発生率っていうのがいろいろ計算式に出てるんですよ、はいはいはい。全体の票の3分の1以上をこのターンもらってる場合、もらった票かける 3% とかいろいろ計算が出るんですよ。後半に行くほど引きやすいんですけどね。なるほどなるほど。まあ序盤、あの、なぎおさんに票が集まってなくても、なぎおさんのキャラはその今までヘイトを集めたよっていう風になりやすいキャラってことですね、遺跡に行ったことで。なるほどなるほど。気軽にバンできるキャラクター。はい、ラギさんに僕じゃあ入れときます。 1枠かね、うん、今回1枠なんで、みんなに1個ずつ入れれば大丈夫だろうみたいな感じがあります。あ、じゃあ合わせますか。誰がどれに入れるって言いました。わかりにくくなっちゃう。それならもう右回り。あ、ごめんなさい。僕ピロヒコさんに言いました。僕ピロヒコさんに言っちゃいました。今ナギオさんに。じゃあラギさんに僕は入れます。じゃあ自分がタザマさんに入れりゃいいか。そうですね。はい。右回りってやつ。右回り。はい。はい。はい。じゃあどうします。2個入れたいです。入れたい人いますか。2個入れます。え？え？何？何？2個入れる。異世界食材も2個入れたいです。ここに入れたい人いますか。
ここの出しでもね、入れないアピールができる。入れないです。入れないですか。 3個でどれですもんね。お、私が2個入れていいですか。おー、2個入れる。はい、いいっすよ。いいですか。僕は入れないでおきます。じゃあ私2個入れちゃいます。なんだ、カビずんだもんってなった。これは感染者です。あのここを見に来てくれてる人がいて、あ、感染者がいるんですか。すごい。そうです。誰でも感染できます。スマホ感でも行ける。右上の、あ、じゃあ左上の方にあのコードが PPATEC ってやつがあるんですけど、あ、ね、これが感染者コードってことですね。はい、で、ヤジを飛ばしてくることもできます。なるほどね。そう、さっきあのここでコメントをするとっていうのを、ね、書いてくれてたんですよ。はいはいはい、なるほどね。すごい。あ、そういう機能もあるんですね。そうなんですよ。そして食材もね、購入して惑わしてくるっていう。さて2ターン目、1ターン目すごい点数が出ましたね。そうですね。はい、まあ私ね、宣言通りなら私が点数を稼いでるとね。ああ、異世界2つ入りましたもんね。8点、それだけで。パパンと。すげえ。8点抜いても7点ですからね。うん、みんなが1点食材を1ずつ入れて、お守りが何にも発動してなかったら、それで計算ぴったりやっちゃう。大行さんは今日も遺跡。アールお守り欲しいな。あ、でも他に行きたい人いるなら別にいいですよ、全然。大丈夫です。私は今食材があるんで、情報行きましょうか。はい、そうですね、お願いしたいですね。じゃあ僕も最初に行ってきます。遺跡に発掘してきます。はい、情報屋へ。いや、すごい点数の初速だな。はい、おぉ。はい、ミュート。はい、いってらっしゃい。あげさんチョコミントって言った。残念だね、ラギさん。黒彦さん嘘ついてるって大学さん言うと思う。はい、これは嘘です。嘘ですよね。そうよね。分かりやすい嘘をつきました。あ、そういうこと。調べましたよっていう。そう、なぎおさんも調べた結果、なぎおさんは G1 キーぐらい頑張ってました。頑張ってました。いや、僕やばいな。ちょっとプレミしちゃって、間違って次 A ボタンみたいなのもしちゃって、まだ選んでないのに次行っちゃって1個しか選べなかった。あ、1個だけ持って帰るなんてあるんだ。2個目選ぼうと思ったら、なんかあの、なんだ、次の、あれ、それでも、あの、1個で次に行ったってことは、1個しかもともと拾えない状態の呪いを食らってたということでは。あ、そういうことですか、もしかして。
かもしれない。あ、そうですね。あの、あ、食材はフルで絶対回収するので。あ、じゃあ。食材呪われてた。これですね。呪いを受けていたというわけか。これです。いろいろ食材が2個減ります。はは。なんてことだ。ということは、本当だ。あ、これか。はあ。あ、でもこれ、あ、いや、でもこれだったら、やられたぜ。え、でもそうなると僕の中だと、もう、戸様さん、ラギさんの二択になるのかな。うん、そうですか。あ、でも、ピロイコさんの嘘がちょっとよくわかんないけど。これは、あの、スパイクイズ対策ですね。ああ、なるほどね。そう。もしくは、私がスパイだけど、序盤頑張ってるのアピールして、本当はスパイかもしれない。そうスパイは点数を稼ぐというのはただの最初の心象を良くするだけのアピールかもしれないし、これでその正しいやつばっか出しちゃうと最後のクイズで答え合わせになっちゃうからってことですよね。そうそうそう。ああなるほどね。水属性なんか各々どこ行ったかちゃんと見てなかったけど、履歴の方でチェックかな。履歴で完全にメモしなくても全然大丈夫です。そうだそうだそうだ、うん。1段目の方は戸澤さんの方が海に行き、2段目の方がこちらが海に行ってると、お互いに水くて3つぶち込むぶち込むチャンスはあるチャンスはあるが、チャンスをなくすことはできます。んー、じゃあラギさん、じゃあ僕はもうラギさんにお互いに票入れ合ってとりあえず、あー、じゃあラギさん戸澤さんに2票ずつで2票ずつ入れるね、よろしいんじゃないかい。いいんすかね。じゃあ僕ラギさんに入れる。僕はラギさんに入れますね。これでいいかい？これが無難だと思うよ。うん。ラギさんはどっちに入れましたか？あ、僕ラギさんです。じゃあリュックさんが後入れてもらえば大丈夫ですね。はい、よく見たら観客にもう一人いたわ。不満。います。不満ゼロ一七三。九万。九万か。あ、異世界食材しか入れられない。一回入れないです。私は入れないです。異世界食材一個入れます。はい。これ何も入れないって選択肢もあるんですか？あります。あります。あるけど入れないとお守りが発動しないとかあるんで、一個は入れた方がいいということもあります。はい。自分のお守りの能力が発動しなくなります。入れたときに何点みたいなのが大体あるんで。了解です。おお、ちょっと点数低い。まあ、1個しか入れられなかったかな。そうね。まあでも、今回はね、仕方ないかな。ひろひこさんも食材がほとんどないはずですし。こっちの方が強いか。もう観客の人たちは、なんだろう、こっちの裏方の画面とかどう見えてるんですか？部屋を建てた人の、画面に追従して見えていくので、僕の画面がずっと見えてます。はいはいはい、なるほどね。そのうちこれも他の人も見れるようにするかもみたいなアップデートが入るかもしれないっていう風になってるらしいですけど、うん、今は部屋主しか見れないですね。なるほどね。了解です。さてさて次はどうしましょうか。僕が情報屋に行ってもいいですし、うん、他に行きたい人がいれば譲りますしといった感じですかね。素材が少ないから情報屋はいけないな。まあ、遺跡にレンちゃん行ってるからたまには採取に行こうかな。じゃあ私行ってもいいですか。ラギさん行きます。どうするんです。んじゃあ行こうかな。じゃあラギさんに任せよう。さっき採取行ったし。はい、じゃあ採取行きます。すんなり決まりましたね。採取で、あれ、荒野だっけ。まだ行ったことないから行ってみようかな。お、いいね。まあ、なぎおさんはね、荒野行くと、なぎおさんの属性は自意識なんで、自意識落ちる確率があるの、
可能性が高いのは荒野の方です。じゃあ荒野行きます。荒野に自治金を求める正規末味があるあーこんな感じなんだ。はい、ミュートにします。はい、はい、終わった。野玉さんが誰を調べるかかな。これ水だったらラゲさんも入れられないから水以外行った方が良かったんだよね本当は。はい、お帰りなさい。ただいまー。お戻り、困ったね。前回の食材を僕は調べませんでした。購入したかったのでちょっと食材を温存するためにちょっと調べませんでした。また呪われてたんですけど。え、食材減ってた。あの異世界食材しか拾えなかった。ナギアさんの属性だから全部自治機なのに。荒野に行ったら自治機のオアシスに。自治機が湯水のように降ってきた。呪いのようで祝福だったかもしれない。ナギアさんの今の手持ち自治機まみれではないか。自治機まみれだ。両手で足りない。両手で足りない、ね。だから僕は。なるほどね。もう自治機しか入れられないじゃないか。一応他の食材も持ってます。ああ、そうですね、うん。さっきも異世界食材出たし、そうですね。うん、そうですね。なので、で水属性が2つ以上か。そう。このピロシコさんには2票入れておきたいところですよね。うん、ああ、うん。2票欲しい。今言ったのが、あそこ海に行ってるから。じゃあ、僕、ピロヒコさん入れます。で、海のやつを確実にラギさんはさっき入れきれてないんで、ラギさんにも2票集めたいかなっていうのが平和なやり方かな。そうか、それでいいんじゃないですかね。じゃあピロヒコさんに入れます。じゃあ僕はラギさんに入れます。じゃあピロヒコさんに入れるでいいか。はい、世界食材を1個入れたいです。僕も1個入れます。お、あ、入れちまったぜ。はい、お、おっと、おっと、チョコミントが見えるぞ、ね、これは、はい、あ、なんかついてる亜鉛粗雑症鍋ふゆき、ミントが見えるってことは。さあ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 、これは水属性かつチョコミントが入っている。浮いてきちゃったのかですね。これはね、いろいろな考えがあるんですよ。ただでもこれは情報が嘘ついてたよりも両方が本当だとしても水属性のチョコミントが入ってるという事実は変わらないんで。確かにチョコミントは、ただこれは実は私が入れることができるんですね。そうなんですよ。私の中でも異世界食材全部拾えるキャラなんで、そう、他人の異世界食材拾ってぶち込むっていう荒技をしてる可能性はあるんですよね。だから私を調べるか、もしくはチョコミントを持ってるはずのラギさんを調べるかっていうのを誰かにやってもらいたいと思います、ね。じゃあ情報屋行ってみようかな。僕アイテム今まあまあ持ってるんで。いいですね。どっち調べよう。
どっちか見ればどっちがってのは、はいはい、ああそうかそうか、白か黒かを判断まあできる。現段階でそのチョコミント持ってるはずなのがピノヒコさんかラギさんっていうことってことです。マンいい機会な両方が同じだ、ね、ただ何らかの方法であの異世界食材を入れた反動で他の人の異世界食材が何でもでポップしてこなかったっけな。あーそっか、その可能性もあるから、まあ、可能性低いんだよね。通常食材が返ってくるだったら気がするんで、ないような気がする。ないからないんだよ。そう、あれはなかったような気がしますね、うん、はい、はい、私は最初。じゃあどこ行こうかな。じゃあ僕遺跡行かせてもらっていいですか。いいですよ。はい、では情報屋行きます。はい、ここから行くか。はい、あ、かぶったわ。ミュート。いいねいいね、フライが強いよ。あ、なぎょうさんはどうする。出てきた。 ATDG さんが1000ポイントに国広告しました。はい、戻ってきました出てましたねおい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 ダメダメ、やめやめになって、やめやめになってやつが浮かんでくるくるとか聞いてねえぞこれね、確率だからね。あ、でも異世界食材は出やすいらしい。そうなんですか。出やすい、あの推理の材料になるものが出やすい、若干出やすいとは聞いた。え、それはどういう、完全ランダム よりなんか解説で聞いたような気がするけど、まあ本当かどうかわかんないけど、その異世界食材を入れた時に他の人が、異世界食材に多分限らずってことじゃないですか。禁止食材が上に浮かんできやすい。ただ、うん、1ラウンド目の僕が嘘ついた時も、うん、貴族性のやつが1個も浮いてこなかったんですよね。実は、うん、水属性、火属性だったんですけど、うん、あれ正解は水属性のカッパの皿で浮いてたんですね、うん、確かに。そんな気がした、あれは。あ、まあ、ね、僕が嘘ついてる可能性もあるけど。そうね。それ嘘つく必要はないような気がする。必要ないね。そこ嘘ついたら、なんで、まあ、チョコミント入ってるからね。じゃあ。今後はラギさんに投票していく感じなの。そう、ただこれラギさんが票を集めると今度ラギさんがレアお守りを引いてくる可能性があって、うん、あ、レアお守りを引いた上で今度そう投票がランダムになるっていうのがあると、うん、ラギさんが1票ずつ入れることができるターンが回ってきたりすることもあります。あ、そっか。で点数が最終的に足りないってこともあります。そしてクイズに負ける可能性もあります。そっか。そう、ラギさんはまだここからが本番です。ああ、挽回のチャンスがあるの。あります。じゃあ票はまあ程よくラギさんに入れるみたいな。いや、完全にラギさん。今回はでも3票集めないと。そう、リスト記録なんだね。なるほどね。はいはい。じゃあラギさんに入れます。まあ程よくでも
好評は3分の1以上集めることになると思うんです、最終的に。止められない気はしますね。どうしよう。持ってる？ああ。入れたいって言ってる。気分は入れたい。気持ちでは入れたい。どうしようかな。一回食材1個入れていいですか？他の持ってる人います？ラギさんはこんなターン入れられないです。ラギさんは入れられない。あんたんあれしてる。で、1個入れますね。うん、ナイポヨっすよ、ナイポヨ。いや、でもまだわかんないっすよ。1個入れますね。1個入れます。はい、おー、強い。20。ピースかな。はいはいはい。ここからはヤギさんの推理タイムだ。これかな。ゴーさんは3800ポイントに国広告しました。それではクイズ中はね、はい、ミュートにしますので、ね、ご覧ください。自分だと分かりやすい。分かりやすいか。水を持ってるのは水が入れられなかったから水を持ち越してるはずだから私ってことになる。俺私だったら推理できる。あの人は知らん。めっちゃ悩んで、めっちゃ悩んで。正解だ。スパイさんの答えは正解ですね。お、ダイナゴンだ。なんでわかったんだ。僕が自治機持ってるって。いやわかりやすかったね。なるほどね。なるほどね。あ、なんか案件ダイナゴンですね。これはスパイの投入枠が1増えるという一番強力なやつですね。あ、確かに。これはもうラギさんが持ってたら防げないっていう。ああ、そっか、あの、何々が1個でもあったら1個でもの場合は確実に闇鍋ができると思った方がいい、はい、まあでも、おたまちゃんがね、ここからね、そう、あの、情報屋の女の子がここから常に2個の禁止食材を出し続けてくれる可能性のああ貴族性が2ですって言われたら、ああ、いけるわ。次、ラギさんに席行かせちゃうとまずいってことですかね。だからもうこの3人の中で情報屋と遺跡は常に抑え続けないといけないです。ラギさんに あの情報遺跡で自由にもう食材を引かせるわけにはいかないです。ですよね、うん。じゃあ僕遺跡行こうかな。お守りもらうついでに。ね、お守りのあの。確かに確かに。ね、いいお守りは欲しい。うん、そう。今んとこ一回も引いてないですけど。誰も引いてないですからね。何も引いてないんだけど。じゃあ僕情報入っていいですか。じゃあ私普通に対戦行くの。はい。じゃあ遺跡。なぎさんは遺跡に行くとなぎおさんが好きなものを
拾えなくなるということで、そうだね、ランダムになっちゃうってことですよね。うん、でここで戸玉さんに呪いがかかってて情報屋に行けない可能性もありますっていうね、一応だからケアで情報屋に2人行くといいよっていう状況もありますけど、持ち物次第ですね。そうですね。おっと、遺跡だ。はい、ミュート。遺跡が2個。わかめ。わかめ拾っちゃって。そうか、遺跡がランダム回収だから早いのか、はい、今回。あ、そうですね。なんかランダムだと、そうか、2個に減っちゃうのか。そうなんですよ。そう貴族性が2だから3入れて1だから3で合わせないといけないんですね。はい。ここは止められる。和だけど、はい。そう。ランダム投票にならなければ。うん、ランダム投票もあるし、ランダム投入もありますからね、うん、でこれ、ラギさんでいいですよね。はい、そうですね。はい、本にも言ってるので、あー、やばいなここで呪いがかかることもあります。なるほど、そっか。ここで異世界は何も入れないです。はい、どうしような。あ、まあ僕、異世界1個入れますね。はい。もうみんなで合わせて異世界1しか入れられないですからね。はい。よし。おー、危ねえ。もうちょっとだ。もう、そうですね、16。出るか。ああ、次のおたまちゃんの原子代確かに2種類かな、 この先は多分禁止食材は、うん、これとこれが1個でもあるとダメっていう言い方してくるような気がする。うん、僕採取行きたいです。じゃあ情報行くかな。あ、ちょ、また遺跡に王様遺跡へ。まあ絶対行かないといけないタイミングで、 まさにこのRO 守りを手に入れるチャンスっていう。そう、あーでもこれ凪雄さんが引いたんだなってなるあーでもそうなっちゃうんですよね。わからないですよ。普通の人も引く確率あるんですよね。全然あります。引く可能性はあります。うーん、あの素引きすることは全然あります。なるほどね。なんかこいつ異常に持ってるぞってのが来ちゃったらやばいな、まあ、でもレアお守りはねまだ見えてないけど分かりやすいんですよ。さて、じゃあミュートでお願いします。終わった。持ってるかな。これは闇闇できそうですね。なんで2種類もあるんだ後半厳しくなるんですよ、闇闇が作りやすくなるんですね後半。あ、そういう、まあ、これはやっぱラギさんに入れないと。そう、ただラギさんは1個入れることができるんで、そっか、ラギさんが持ってるかどうかですね。やばいぜ。まあ、持ってても不思議じゃない2種類あるっすもんね。ランダムに2種類で
2つが1個以上だから、うん、結構序盤から晩も、ね、2-2 で持ってたから食材はいっぱい抱えてても不思議じゃないんですよね、うん、やばいぜやばいぜ。じゃあ、あ、とりあえず入れました。あーランダムになってる。あ、ランダム、あ、やばいぞこれ。まあでも持ってるかどうかだからあんま変わんない。そうね、僕は、あ、異世界食材入れます。入れる人います？入れないです。入れないです。入れるか。あとは異世界をラギさんが入れてくる。オッケー。おお。ダメだった。ジーチテバ。ジーチテバ。ジーチテバ。あれ？いやー、ゼロ点か。クラゲ。やっぱこれ。やっぱ今回の NG のやつ出てこねえじゃん。確かに今回は出てこないっす。出てこなかったっすね。なんか出てこないこともあるね。ランダムで出てきたり出てかなかったりか。はあ、先に行ってよーってね。まあそこは運ですね。ああ、まあ全体に入れたも人が少なかったのかな。うん。これラストのターンになっちゃったな。はい、じゃあ横山で行きます。じゃあ遺跡どうこう遺跡ひたすだからもう最後のターンだからもうお守り手に入ってもって感じだから、うん、次遺跡だね。で呪いはないから呪いはないから僕普通に食材回収いきます、はい、実はねこの6ターン目に闇鍋ができたことでお守り関数がなくなったんで戸様さんは無能力者になってしまいました。6ターン目にレア大盛り引きやすいってキャラクターなんですよ、戸様さんは。はいはいはい。毎回6ターン目闇鍋なんだよな、こいつを使うたびに。あ、最終ラウンドで1ラウンド目あるんですね。ああ、本当だ。あそこで鍋さえ成功してれば僕もレア大盛り引くチャンスがあったんですけど、はいはい、ああ、なるほどね、チャンスがあったのか。めちゃくちゃ引くんですよ。タイミング的にそこってなりやすいですよね。6ターン最後の1ターンで。やば、終わった。さんが遺跡にいなかった。これもう大王以下の触手を狙って回収して生きてる。そうそうそう。あ、そういうそういうやつです。これはもうラギさんがもう拾ったかどうかですね。確かに。いや、これまたラギさんに入れないとですよね。それはそう。そうですね。まあまあ、どうだ。あればアウトだから入れてても入れなくてももう、まあね、持ってたらアウト。確かに。ダイナゴンの引きが良かったんだよね、やっぱり。あ、そっか、それ。ダイナゴンね、あれ 20% なんですよ。一番レアですからね。はいはい、強いね。どうなんだろう。どうなんだろう。でももう、出していくしかないですもんね。うん、ワンチャン点数足りないなんてのは悲しいですもんね。ああ、世界食材じゃあ、僕入れようかな。は入れないです。ひろこさんは入れます？入れないです。世界、あ、入れない。ラギさんはこのターン入れられないんです。いや、1個入れられるんで、異世界食材は1個だけにしてください。ああ、ですよね。じゃあ1個にするか。あっ、イカ引いてる。あ、イカがある。惜しい。
ダイスロールでクリティカルを引くか引かないかが勝因というわけだな。なるほど、すごい。最終的には運。運がいいね。いやいやこれクイズで正解したからこそですからね。そうそうそう、運だけではないですよ。これは王道を行く。なるほどね。クイズは誰のだったんだろうな。あ、たどまさんですね。なんかわかめめっちゃいっぱいあったし。わかめの増え具合がな感じで、ピレフカさんの方は増やしても間に合わねえだろうなと思って。なるほど。じゃあ、たどまさんかって言ったら当たったね。なぎおさんも似たようなもんなんじゃない？なぎおさん、なぎおさん手持ち、なぎおさんの手持ちだったら自治まみれになってたし。あ、そっか。自治行った時に自治拾ってるもんね。はいはい。あ、でもね、じゃあわかりやすいね。ね、自治所持してるタイミング少なかったんですよね。そうだったんだ。そう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 、結構 G チキ使ってた印象があったから、そうそうそう、だから手持ちにあんまない時があったんですよ。いや、どっかでワカメこっそり増やしてるかなと思って、うん、ワカメケアに走ったら逆に増やしてしまった。なるほどなるほど、森行かなかったからね。そうね、ちょっとやりすぎてしまったな。いやいや、素晴らしいスパイのプレイだったな。ねこれね、逆転クイズでも正解してたかもね。そう。あ、なるほど、なるほど。最後できてたとしても。はいはい。うん、ははーん。いやー、負けた。うん。立ち上がりからの大暴れでしたわ。そうそうそう。確かに確かに。全然諦める必要はないっていうね。うん。なるほどね。そういうチャンスもあるんだ。そうそうそう。ダイナゴンといわゆる 20% だっけ？そう、20%、 そう、20% を引いて海の方であの素材ガチャの方を当てるという。あ、運の良さって大事だね。はいはいはい。結局 R のお守り引かなかったな。遺跡案内行ってたの。そう、今回も前回もね、誰もレアお守り引いてないですね。確かに、今日のな、レア呪いは見たけどね。そう、あ、レア呪いは行ってみるんですけどね。ちなみに、レアお守りを買って、鍋を作ると鍋の種類が変わります。だからこのターンで誰かレアお守り引いたなって分かるようになってます。スパイにはそのね、誰か引きましたねっていうのをね、適当に出てくるんで言ってくる。推理、大事な推理要素ですよって教えてくれる。なのであえて隠すってのもありなんですけど、だいたい抱えるとその後作るチャンスがなくなるんですよ。じゃあもう一戦行きましょうか。次をラストにさせていただきますね。プロフィールとかちょっと書いてもいいかな。いいよ。はい、いいですよ。コミントじゃなくて、一旦部屋出なきゃいけない。そうですね、お部屋を出ないといけないので、あえて入りなさい。ショップの方からかな。いや違うか、右上のプロフィール、あれか。おいおい、はあ、自分で決めるっていうのもあるんでね。そうですね。いや、やはりマントはマントだったな。何でしょうか。テンション、そうそうそう、やるために的にテンプレートからでいいか。あ、でもな、GHK、GHKが炎だからな。うん。なんか、なんかいい写真あったか。頭の葉っぱとか。ちょっとだけ時間をいただけたら。あ、全然構いませんよ。ないですよ。あれって、サイズありましたっけ、これって。なんだろう、後でクリッピングあったかな。いまいち覚えてなくて、入れるときにクリッピングあったような、なかったような。うん、ねえ、なんかあったかな。あ、ゲームのルールの方はね、だいたい分かっていただけたでしょうか。はい、このゲーム、ですね、なんて言えばいいんだろうな、入り口のとこにあるこの紙のとこを押してもらうと分かるんですけど、この食材変わります。変えて遊ぶことができます。いろんな種類があります。まだ遊んでない食材がいっぱいあります。おお、ほんとだ。
あの食材が変わるとルールがめちゃくちゃ変わるので。へえ、そっか、その効果も変わってくるみたいな。そうなんです、あの特殊食材とお守りが一部変わってくるので、例えばこの手羽先フェニックスの代わりにその下にあるリンゴみたいなやつ入れると、リンゴは得点高いんですけど入れた分だけ呪いを自分が受けるっていうルールに変わるんですよ。その代わり呪いを受けてば受けるほど点数が伸びるっていうお守りが増えてくるんで自分で呪いを受けながらあの点数を出すっていうことができるようになったりとかっていう風に変わるんですね。まあいろんなお守りがあるんですけれど、そうですね、寿司行きますか。お、寿司やっちゃいます。おお、寿司に、そうです、寿司を、選んでからその左下に辞書ボタンがあるんでちょっと見に やりにくいんですけれど、うん、そうすると寿司のルールが見れるんですけれど、寿司はですね得点になりません。ならないです。寿司自体が全部0点です。むしろ効果でマイナス6点ってやつまであります。寿司は基本的にあの良くない効果を及ぼす食材なんですけれど、お守りが強くてですね、寿司を入れると寿司が返ってくるっていうお守りがあるんですね、はい、なので毎回寿司を安定供給してできるようになって、なおかつ寿司を入れると3点もらえるようになるっていうお守りもあるんですね。んー、なので寿司だけを無限に食べ続けて入れ続けて点数を伸ばすっていうことができるようになるんですね。そうか。で、レアお守りがちょっとまずいやつがありまして、レアお守りでこの天ぷらっていうやつがですね、ゲームを壊すのがすごく得意で、その人が入れた寿司の数だけ誰かがレアお守りを引くっていう、これ誰かって自分も入るんですけれど、うん、で天ぷらを持ってる人がさらに天ぷらを引くとその寿司の効果が倍になるので、レアお守りを引くっていう効果が倍になるので、レアお守りだらけになります。これちなみにスパイもレア大盛り、レア呪いを引くのに引く対象に入るので、誰も行き先が読めないし、誰の投票も読めないし、誰も何もコントロールすること、食材のコントロールもできなくなるという呪いまみれになる時もあります。そこまでいかないこともあるんですけどね。よし、あ、いいのがありましたか。いいね。もうちょっとお待ちください、はい、はい。せっかくなんでね、寿司ルールをね一回やってみましょう、うん、ちょっと今ちなみに見てけど、ガチ勢で集まって寿司を やろうぜって言ったのに、やった時は誰も寿司に行かなくなりました。結局はね、試合が荒れるからっていう理由で寿司を避ける。荒れる荒れるんですよ。面白いんですけど。あ、でも寿司だったら森尾寺はやめとこうかな。店長、店長はな、いっぱい引いちゃった。いなり寿司おじさんになっちゃうから。いなりで、そっか。マイナスあるんです。マイナス6です。マイナス6で、しかも拾って帰ってこないっていう選択肢がないので。4つ拾ってきちゃうから全部。やば。手持ちにどんどん稲荷が増えてくっていう。稲荷しかないやん。そうそう。これは避けたいな、ぜひとも。お待たせしました。はい。使ってないのはロー、あーでもローブも使いましたもんね。いや、でも、あ、でも店長使ってないからな、かわいそうだ。店長使ってない。勇者使ってみようか。勇者ちゃんは強いですよ、はい、偶数ターンでランダムに食材を獲得なんで、うん、しかも異世界食材では何でも拾ってくるんでね、あの効果が絶対発動するんで、はい、あのどこぞのマントみたいにね、何もしないまま終わるような輩とは全然違いますから。タイトルは行き先宣言できるようにして、 OK だね。
それでは準備が完了しましたら始めましょう。はい。よし。どうすかな。いや、いいと思いますよ、僕は。少年、いいと思いますよ。では、行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ででーん。ででーん。む。うん。どうしようかな。あ、でも。どれにしよう。スシーに生きる覚悟。みんなで寿司を入れまくる。この闇鍋になってしまうのか。さあ、楽しみですね。ああ、誰が情報屋行く。誰も行かないなら行きますけど。あ、僕行きたいな、じゃあ。お、行きますか。じゃあお願いします。はい、お願いします。遺跡行きたい人いますか。僕は採取でいいです。ヤギさんはどう。え、じゃあ遺跡でも行くか。わかりました。情報屋に。よし。あ、宣言するの忘れてた。はい、大丈夫です。大丈夫、大丈夫。やっぱ海か。海おじさん。ただいまー。はい。あれ、お待たせしました。火属性が3ですね。まあないでしょうって感じ。まあここでは作らんでしょうでいいような気はしますけどね。うん、できるのはラギさんぐらいだからね。もしくはナギオさんの嘘かっていう。まあ、うん、嘘ですね。何だけになっちまうから。そう、なぎわさんの嘘だった場合でも、なぎさんも調べれば分かることだから、ここで闇鍋を作るのは相当難しい、ね、まあ作らんでしょう。勇気がある。よくなぎわさんに集めたいと思います。はいはいはい。じゃあ僕はなんか適当に入れます。適当に入れていいんですか。あ、適当に入れちゃった。適当に入れると通信の効果が出る可能性もありますよ。あー、そっか。通信にはですね、自分に投票した相手の手持ち食材を破壊するとか、相手ですよ、あるんですがあるんですよ。そして水に行った僕とひろひこさんは持ってる可能性が高い。なるほど。まあでも今僕持ってないしな、最悪。まあでも次のターン以降ね。そうね、確かに内業さんはね、破壊されても問題ない。入れたい人いない？僕は大丈夫です。入れません。はい。さて、スパイは誰なんだろうな。一応このゲーム、連続でスパイにはなりにくいらしいです。そうなんだよね。そう。それが一回やり直したせいで連続になったっていう前回の。はいはい。ああ、なるほどね。部屋の立て直しだから、あれは大丈夫と思うんですけどね。はい。シルシラさんは普通にそうやって言われながら、うん、2回連続でスパイになってたんで。なりにくいとはいえ。とはいえ。にくいとはいえなんですよね。さてさて、ちょっと待ってくださいね。はい。おー。
ちょっと待ってくださいね。はい。さて、どうしましょうか。1ラウンド目、なぎよさんが言ってくれたんですよね。はい。僕、次行こうかな。はい。両方屋。両方屋行きたいです。じゃあ、私、席行っていいですか。はい。じゃあ、なぎさんは最初かな。最初だね。席行きます。はい、どうしようかな。最終で荒野行こうか。自治を求めて。やっぱ呪われてないって。あら、確かに。なぎおさんに握るしをお見舞いすることも可能。はい、お待たせしました。戻りました。呪われてた。ラギオさんと同じ場所行けばよかったじゃん、このキャラクターの性質上。あ、確かに遅かった。呪われてたんすか。荒野にまた探しに行ったらまた GHQ のオアシスが。GHQ を大量に仕入れた。いいね。あ、毎回 2ターン目呪われてる。僕はですね、ピロヒコさん調べました。はい。はい。はい。ちゃんとね、異世界食材を入れておりました。おぉ。うんうん。はい。以上になります。はい。じゃあ、はい、誰に入れるかですね。まあ、森行ってるラギさん。まあ、3票集めるんだったら安定ではある。あれでいいけど、入れる食材がなさそうでもあるしね。あ、今ね、うん、いや、あ、そんなことないか。グリーンスライムだから入れることはできる、他の。うん。まあ、素敵の人を持ってる可能性もあるし。うん。じゃあ、あ、詰めちゃいましょうか。ラギさんか遺跡の私かって感じだね。いや、こちらはピロヒコさんの方にいるよ。自動機はできないからに、ね、私はおすすめしないけどね。ああ、そうか、ピロヒコさん多分ね巻き寿司を入れたいんですよね。巻き寿司、手札破壊されちゃうよ。自分を2投票した人の手持ち食材を1つ破壊するっていう。あ、なるほどね。そうだな、いいよ。いいいいよというか、もう票入れちゃったし。そっか、受けてたと。受けてたと。そうそうそう、握り寿司をね入れる人はね気をつけてください。ちょっと今思い出したんですけど、呪われるタイミングが普通の時と違うんですよ。うん、鍋が完成して、食材を選んでる、あ、じゃあお守りを選んでる時に手持ちのお守りを見ると呪われてるかどうか分かっちゃうんですよ。うん、なんで右の人が握り寿司を入れたかどうかそこで見えちゃうので、入れるタイミングは気をつけてください。入れるタイミングというか、入れると結構バレやすいです。なんでランダムで入れたとかなんか言わないと、うん、いけなくなります。なぎおさんに3つ握り寿司をお見舞いすることも可能。そうそう、右隣なんだよね。そうです、右隣の人なんです。異世界食材1個入れようかな。こんなものはない。他は誰も入れないですか。入れないです。誰も入れないならもう一個入れちゃう。いいよ。あ、でもな、入れられちゃうかもしれないから、まあ一個でも二個でも変わんないけどね。あ、本当ですか。じゃあ二個入れちゃう。ランダムじゃなければ。お、へえ、線が伸びる。だぜ、GHQ鍋だぞ。
なるほど。どこ行きましょうか。3ラウンド目ですね。21点だから結構調子はいい、うん、ですね。ここでも両方やかな。まあ採取か。なぎさんがなぎよさんと行き先を合わせて採取に行くか、あ、遺跡のどっちかかですよね。そうだね、そうだね。なぎよさんが採取で、なぎよさんどこ行くって。僕は最初で荒野行こうかなって。じゃあ同じ場所に行くわ。行きますよ。はい、はい、地球を探すたびに。じゃあ僕は遺跡に行ってきますね。いってらっしゃい。地球を探すたび、さっきも地球いっぱいもらってるのよ。お待たせしました。すみません。めちゃくちゃ迷ってました。あ僕が2票はもらわないといけない展開ですかね。ああ、じゃあ僕入れます。戸澤さん。2票ずつ？僕が今回移籍行ってるからとりあえずもらうとして、あとはどう？森行ったのが2巻だけど。え、森は行ってないっす。前回、その前回、あ、最初のターン、そう、入れられてない食材があるんですね。前回、あ、そうかそうか。確実に持ってるであろうはラギさん。はいはい。じゃあその2箇所でいいですかね。2箇所で。戸澤さん、ラギさんって感じ。いいですか。綺麗に分かれましたね。はい、はい、何入れよう。緑以外、緑以外、異世界食材入れる人います？入れないです。入れないです。入れない。じゃあ入れようか。いくつ入れます？1個入れます。1個ね。そうそうそう、2個だと1個入れることができるんでね、うん、はいはい。これは先にひろひこさんにごめんなさいをしてから、あ、まあ、右の人、はいはいはい、寿司を入れたのか。あの祠の寿司を入れたのか。おー、寿司鍋、寿司鍋、初めての寿司鍋。でもなんか意外と低いポイント。あれ、寿司鍋はですね、点数の加点がねないんです。つまり、そうなんだ、店員がみんな一生懸命寿司鍋を作ってると、はい、ただ単にこの点数の増えないお守りがいっぱい増えていくだけというトムが始まった、なるほど。そういうことか。
あ、さあさあ。ちなみに天ぷらの発動条件に寿司を入れたかどうかは全く関係がないので、そうそうそう実はもう食材を入れたらだっけ、入れなくてもだっけ、このゲーム中に寿司を入れた数だけ誰かがランダムな重りを獲得するだから、もう本人が鍋に入れてようが入れてまいなかろうが効果を発動するタイプの厄介。効果は今までに入れた寿司の数だけだからね。はいはい、なんと厄介な。僕大使行きたいです。私は情報屋行きたいです。あー、どうしようかな、遺跡行くかな。私今ねあれなんで情報屋に行った方がいいんですよ。あー、じゃあラギさんは戸様さんに合わせた方が。戸様さんはどこだって？特に決めるつもりなかったんですけど、どこでもいいなと思ってたんですけど、森、まあそうだ、森おじ一回も森行ってないから森行きたいですね。はいはい、しまった、キャラ能力を全く無視したプレイしてた。スパイにも食材与えちゃう可能性。そうですね。なるほど。しかも何引くか分かんないんですよ。もう。あれ？なんか。見えた見えた。ただいま。これまた呪われてましたね、僕。ランダムだった。遺跡に行ったはずなのになんか森にいたんだけど。貴族の効果でいっぱいアイテムだね。そう、選択 し間違えたかと思って焦ってんの。違う、呪いかこれは。じゃあ誰でもありますね。誰でもありますよね。じゃあ票をばらけさせますか。いや、1個だからばらけさせない方がいい。ああ、そっか。どうだろう。僕は今回初めて森に行きました。みんなそうかな。みんなそうか。ラギさん以外かな、初めては。ってなると、可能性的に高いのがラギさん？まあでもいい。関係ないかな。あ、でも結構前のラウンドだから、もうあんまり関係ないかな。そう、欲しいものを拾ってくるのは今だから。ああ。それを言うと、4枠ある僕が一番怪しいです。はいはい。あ、戸様さん？戸様さん入れる？僕は構いませんよ。じゃあ、戸様さんに入れます。はい。はい。じゃあ、僕は遺跡に行こうとしてたのに、森に来た子に。はい。ああ。何がさんが嘘ついたかもしれない。何やってんだよ。どうしよう。これかな。これかな。世界は入れません。お、寿司、引く。寿司鍋。3点。いなべ。3点。ガチ寿司鍋。やば。これは、勝てるのか。勝てるのか、これ。もう一回ですか。なんで点数引くんでしたっけ、寿司って。寿司自体に加点がない。寿司自体にも加点がない。寿司鍋は作れるけども、っていうやつですね。はい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 。レア大盛りの天ぷらに。お守り依存ってことか。そうです。はいはいはい。だからみんな寿司ビルドの展開あり。やべえな。これは。最後に旅館と特典を出し。そして。3点はびっくりだよな。なんでそんな。
今回寿司入れられなかったし、僕。いやでももしかしたら、もしかしたらですよ、稲荷が入ったのかもしれないです。そうですね、稲荷。あ、でも、あーなんね。そう、情報焼きたい人います？ね、じゃあ僕行こうかな。余ってるもんね。余って食材はいっぱいあります。はい、一回一回減らしたいのもあるので。なぎおさん、他の人大丈夫ですか？遺跡行ってないの？ああそこ行く。最終行きます。あ、でもラギさん一回も情報屋行ってないですけど、どうします？情報屋は確かに行ってないけどね。確かに今回行ってもいいし、行かなくても別に構わんよ。ほうほうほう、行ってもらっていいですか？じゃあいいよ。はい、じゃあお願いします。僕は採取に行きたいもんです。採取で大谷に行っていいのかな。大谷に行きます。自治を探しに遺跡行きます。食べきっちゃったのか、自治期言うと。これ森ビルドにするべきだったよな。貴族性がダメで。あと3ターンしかないのか。入れた投入報告がありましたね。うん、はい。そして貴族生には誰でもありそう。わかめ増やしてたのバレちゃった増やしながら手羽先で燃やしてくんだよわかめでしのぎ増やしてるってバレちゃったさあ今回もまた怪しい感じですよね。どうしよう。まあ、今回も戸様さんには2票入れといた方が安定ですよね。あ2票2票誰かに。え、なんででしたっけ、戸様さんに2票。貴族生ですね。貴族生2票、2個なんで。あの店長は貴族生2つ持ってくるからか、うん、いっぱい回収してきちゃうんで。なるほど、ね、もりもり。じゃあ戸様さんに。そのレアオモリ怖いですからね。あと誰に2票入れるか。え、でもそれはじゃああれだな、ワカメ増殖させてたっていう内容さん、ああ僕もちょっと自白をしちゃったから内容さんから、あの違法ワカメ増やして栽培して違法に増やした、違法増やした、内容さんに入れるまでねでいいか。で、内容さんは戸田さんに。はい。OK。決まり決まり。はい。入れない。入れない。俺だよな。一個。正解は入れない。入れない。一個ね。一個ね。はい。ん？ 2 個入れ違う。いや、一個でいいや。うん。もう 5ラウンド目なんだよ確かにやばいぞ。でもここで爆発する可能性もありますよ。おお、あっランダムだこれ。無限電気ハム鍋ハム鍋ハム鍋無限入ってるね。ランダム
これ私無限1個いったな。ランダム投入が起きたんですね。ランダム投入です。あ、ランダム投入があったのか。ははあ。ああ、呪いでランダムで1個。そう。やばいぜ。やばいぜ。僕は呪われてはなかったです。呪われた人は私以外にいた？最初。いない感じかな。大丈夫。私以外にランダム投入した人がいないんだったら、私の無限1個じゃ届かないから。ああ、誰か入れてたんだ。うん、誰かしらは入れてるというのが私目線。私が2個入れてる可能性もあるけど、うん、なるほど。ああ、でも情報屋行ってもいいかな。今手持ちいっぱいあるから。大河さん行きます？行きます行きます。見るとしたら誰飲みましょう。これは二択かな。私かラギさん。いやでも、ああ、でも呪われてるんですよね、うん、ピロコさん。そう。で、私が入れた食材はまあまあ見てもらえばわかるし、今うん、言えばその通りのやつが出てくるんですけど、私目線だと情報屋の嘘もありえるんですよね。ただ私を調べてもらうと、私が入れてないという、あ、私がその貴族性を2個入れてないということは確実に分かります。ああ、そのピロヒコさんを、その場合は、ね、ラギさんを調べた場合はラギさんが貴族性を入れてないけども、ラギさんが嘘ついてった場合、私の白が取れないんですよ。そっか。そうそうそう。調べるなら私の方が安定で。じゃあピロヒコさん調べます。はい、はい、情報屋の方ね。どこ行こうかな。例えば、ん、出てきたか、行ってない気がするな、まだ。で、行きますか。僕は採取でいい感じですかね。採取かな。じゃあ採取行きます。はいはいはい。あ、行き先ランダムになってる。めっちゃ呪われてる可能性あるんだよ。行き先ランダムになってもう利用しつけられてる。呪いめっちゃ出てる可能性があるんだよな。今はいはい、私の白は証明されたんですけど、はい、ラギさんが黒かと言われれば確定ではないんですよ、うん、1個望みをかけて貴族性を入れてる人がいる可能性がありますからね、うん、あの貴族性が、貴族性を1個だけ入れてるとランダム投入されるということがスパイは今分かってたんで、この1個でも入れておけば確率が高くなるという、うん、可能性にかけて1個入れてるっていう可能性もあります。誰か、ちなみに鍋に浮かんできたやつ全員共通？今日、ね、どうだろう、多分あの名前、名前の通りのものが出てはずなんで、無限電気ハム鍋ですね。うん、ハム浮かんできたでしょ、うん、ハムは、うん、あれはハムあるのよ、ちゃんと。 あれは非属性だよ。そうそうそう、いいですね。1個入れたいで、赤いのが左上についてるんで、うん、どうしようこれ。ランダム投入分かってたから
甘えを許さないで1位出たは普通にあり得るからね、うん、それは誰にでもできたか。はいはい、僕は2回呪われてるから白と見てもらいたい。そう、嘘ついてる可能性もあります。呪われたっていうね。うん、ああ、迫真のね、はいはい、迫真ね、すごい迫真だな。GHQ 大量に来たし、もうガンダム来たしな。でもな、GHQ をね、実際にね、入れてるであろうっていうね。はいはい。じゃあ、あと、ミックス地点、戸澤さんなんすかね。おっと、いや、でもな、僕も反論する材料が何もないんだよな、今回な。ヤギさんが嘘ついたか、戸澤さんが入れてたか、半々ぐらいの。今ピョヒコさんの白証明できて、ラギさんは白目ってなると戸澤さんなのかな。ラギさん目線は戸澤さんの方が黒いと、はい、ですかね、うん、なるほど。戸澤さんの方に2票入れてとか、そんな感じかな。じゃあとりあえず僕は戸澤さん入れます。今回は2票でもいいんだけど、どうします？ここ通らないと負けちゃう、うん、負けちゃうんだよね。そうなんだ。いやでもな、でもな、別に凪雄さんが白いかって言われたらね、そうなんだ。凪雄さん目線だとって話だからね。呪われた、迫真の演技してる可能性があるから。呪われたって言ってるだけなんですよね。あ、まあね、うん、でぶっちゃけひろひとさんのランダム投入があれが、その引いてきた重りの呪いなのか、天ぷらのせいでできたら出てきたやつなのかもわかんないから。ただ私以外にはね、こっそりあの呪われたって言って入れてる人はいなかったんで。そうだよね。でもな、それだとするとやっぱ僕かラギさんになるのか、とりあえずはそこが可能性高いで置いといてもらうしかないのか。2-2 でもいいけど、票ぶれ怖いな。票ぶれか。票割れ、あの票ランダムがありますね。あるのか。票ランダム自体はまあ対策の仕様はないか。ない。もうあのなんで2だから2-2じゃなくて3を入れて1人ぶれても大丈夫なようにしとくかっていうやつなんですけど。うん。なんかね、それは逆にどっちも。なんか結局ブレなかった時に損するからな。どっちがいいんですかね。とりあえず僕が2票、最低2票もらうのは今決まったわけですね。はいはい、はい、あもう入れちゃなぎさん入れた。あ、じゃあ、とたまさんに入れます。はい、じゃあなぎさんに入れます。じゃあ僕はラギさんに入れます。2-2でいきましょう。ブレる可能性があります。そしたら人下ですよ、ね、あ呪われました。あ呪われとる。投票ランダーの僕は戸澤さん2票、ラギさん、ナギオさん1票ですね。はい、まあでも僕はね、2票入ってるから。入れたい人います？入れないです。世界食ですか？世界は入れないです。事故る可能性があるんだよな、今回ランダム投入が全然ある。ランダム投入があるからあるからな。もう何が起きるかわからない、うん、まさに闇鍋、うん、でーん、あ、これはあー、またハム、ハム握りがハムってなんだ。いや、ハム握りはこれヒーヒーですよ。あ、これはもう終わりですね。これはちょっと待ってくださいね。で、今、呪われた人は、はい、僕だ。僕の右隣、僕から見て左の人か。はいはい。ラギさんが、だから、ハムはラギさんが持ってて、握りも多分これ、ラギさんじゃないかな。僕には、手持ちの守りの中にですね。食材の数が減るっていう呪いが来たんですよ。
はいはいはい。もうだからラギさんじゃないかなと僕は思うんですけど、ね、うん、僕がでも調べに行ってもそれって言って問題を提起した人が言っても説得力がないので嘘ついてるでしょって言われたるだけなので僕はちょっとちょっと情報屋に行けないかな。私が行きますか。でも大丈夫、でも情報屋一人行ってもなーって感じ、二人行った方が安全なんだよな。もうそろそろ誰も情報屋にたどり着けない可能性を考えた方がいいんですよ。情報屋2でいい。このレアお守りの呪いの数がとんでもないことになってると思うんですよね。あ、でも闇ナビできたか。じゃないか。闇ナビができてるから今回は呪いはない。うん、呪いは戸玉さんだけありそう。いや、ほんとね、タイのレアお守りは天ぷらの効果で引くやつはあるはずですよ。お、ラギさんも情報焼きだよ。おいっす。採取ちょっと行きたいな。ちょっと欲しいです、食材が。採取にします。ラギさんも情報焼き。いや、ワンチャン遺跡にしよう。遺跡にしよう。ああ、なるね。はいはい、はい、行けるかな。あ、いけるかな。頼む。そうおっと、ランダムだ。さようなら。あ、人が多い。もう知らん。やばいぜ。俺はもうね、もうやばいですよ。いやー、誰一人として情報屋にたどり着けませんでしたか。確かに。え、スパイ誰なんだろう。ラギさんなのかな。ラギさんなんですか。いや、どうなんだろう。知らんなって言われたけど。え、でもハム、非属性の時にハム入ってる時点でもうラギさんでしょ。あー、なるほど。どうかな。ラギさんに票と思います、僕は。どうだろうな、この票は。ランダムになる。あー、いや、多分票がちゃんと入るかわかんないけど。確かに。どうします。いや、もうそれは普通にもう入れていくしかないですよね。トーラバですよ、トーラバ。な、たとえ通ったとしても、まず通るかどうか怪しいし。うん、通ったとして点数出るかも怪しいし。確かにね。そもそもスパイやってるかもわかんないし。ああ、ランダム投票です。ランダムだ。2票入った。異世界入れます？入れない。入れない。2個、2個入れるわ。2個入れる、はい。2個入れないでしょ。じゃあ、ナギオさんに。握るでしょ、シュー。世界入れません。もうここはもう心置きなく握り寿司入れても許されるとこだからね。いや、でももう異世界、禁止食材わかんないから。通ってくれ。非属性だけとかそういう風に固めた方がいいかもしんないよね。じゃあ僕握り寿司入れます。どうぞ。ちゃんと入るかな。あ、ランダムだ。あー、ダメか。あー、なぎおさんがすごいことになってる。これ作れれば終わってましたね。そう、多分勝ってたかもしれん。そっか、カー、これ1個手羽先フェニックスが入ってればどうにかな。すごいことになってましたね、多分。めちゃくちゃ点数出てたのに。これなんだ、なんでこんな手に入ってたんですか。これはこの僕たちがあのピロヒコさんと僕が持ってる、はい、この木刀の効果なんですけど。ああ、木刀の効果。
黒糖、これか。黒糖黒糖天ぷらです。はい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 。あ、誰かがランダムな RO の食で、あ、これ、みんな僕に来てたのか。あ、でも、ラギさんにも言ってた。そう、だからラギさんはレア、レア呪いをめっちゃ引いてるってことなんですよ、ね。あ、どんどん引いてたってことか。そうそうそう。めっちゃたくさんあるということで、もうみんなの行動がめちゃくちゃになっていったというわけか。そうですね。これが、天ぷら地獄ですね。いや、いやね、最初の段階で、ま、あの、きっかけ作ったのは僕のさ3ラウンド目に引いた天ぷら木刀なんですけど、あ、これ、ピロットさんもやってんなって思った瞬間にはもう修正が効かなかったんですよね。そう、私はもうどうしようもないんだよね。天ぷらに行っちゃってたからね。そう。もうあるがままでしたね。これがもうちょっと森に寄せてたら、まあ、まあまあって感じだったけど。よしよしできたかもしれないですよね。やばいな、木刀やばいな。木刀すごいな。レア呪いだらけ。オーバーしちゃってるの。これ最後のスパイクイズも木刀しか並ばないから何をやってるか何回も分かんないですよ。先に引いた人かどうかぐらいですよね。ねえ。スクロール、横にスクロールができないのに、あの、画面の右から端まではみ出すから、本当に木刀しか映らないですから。ただこれ、成功してたら、そう、炎鍋がドーンって多分90点ぐらい出るかもしれないから。ですよね、今出て、ね、一発逆転だったの。だからどうしても手羽先が手に入れたくて探索に行ってたんですよ。しかし、そう、1個入って情報の正体を火属性が2個以上いるとダメだった。最後もうどうにもならなかったっすよ。そっか、なるほどね。炎じゃなければ勝ってたのか、逆に。なるほどね。水属性2個だったから、あの時は、ランダム投入で私は入れちゃうけど、戸玉さんの巻き寿司も一緒に入ってるから、ちょうど2個なんだよね。だ巻き寿司が好きだってことが読まれてたのかもしれない。まあ、巻き寿司入れるだろうっていう感じだから。いや、今回のは、天ぷらに翻弄されてるところもあるけど、やっぱ、要所要所で、情報も各地で負けてる感じですね。うん、はいはい。まあ、素直にラギさんが嘘をついてるっていうパターンですかね。そうだね。私は一応可能性をね、捨てないで、ラギさんが一番怪しいけども、戸玉さんにもできるし、ナギオさんも一応できるよと、ね、こう推理材料は渡したけど、ナギオさん目線は戸玉さんが怪しいっていう。いや、これね、一旦目のね、一旦目の握りで来る呪いを僕がね、スルーしてるんですよ。お、ああ。で、気づかなかったんですよ。なるほど、なるほど。自分で、あの、言ったのが多分、二ターン目か三ターン目の時だったんで、一旦、情報屋に行ったから、何にも呪われてることに多分気づかないまま終わったんですよ。アイテムが少ないとかかな。ああ、なるほどね。そう、呪われてた。あ、違う。異世界だ。異世界移植でしか拾えないだけど、情報屋行ったんだ。なるほどね。はいはい。あ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。そのせいで気づかなかった。いや、それ拾ってたら。異世界食材しかは、南下さんの方に行ったか。あ、僕のとこに一回来ましたね。握りできた呪いに、はい、気づけなかったので。うん、で、戸玉さんが握った時も、私その後は、食材が1個しか拾えないだから、情報に行きました。だから私目線は、戸玉さんの言ってることが、正しくて、そして寿司鍋ができてるんで、戸玉さんが寿司を鍋を作ったっていうのが分かってたんで、私目線では戸玉さんはまあ白いだろうって、ね、そう、まあ、今回は言わなかったんだけど。いや、くそっ、あー気づけなかった。今回ね、なぎおさんに推理してもらいたかったから、ね、あー、なるほど。いや、これは難しいっすよ。難しいというか、もう推理できたとしてもだよ。もうゴールにやっと分かってもたどり着けなかったかもしれない。だとしても寿司っていうのはこうなんですね。寿司やばいな。寿司はカオスなんでね。カオスっすね。あ、だんまりで合わせるから2人言ってたらどうにもならんっすね、やっぱり。いやー、面白かったです。はい、じゃあね、今日はね、ここまで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、また何かあれば、ぜひ。はい、
また何かと言いますとね、この、月末にですね、また DLC が出てまして、キャラクターとルール、ルールと言いますか、食材が増えることになりましたので、はい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 、またね、あの機会があればお誘いさせてもらいますので、はいはい、新しい食材でもね、遊ばせていただきたいなと思います。はい、DLC 自体は春にも出てまして、今日やったのは基本セットでとプラス寿司と、食材だけでしたので、次回やるときはですね、また別の食材でもね、遊ばせていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。キャラクターもね、追加されるからね。ああ、なるほど。今、戸田さん、森おじ使ってますけど、今度、海おじが出てきます。ああ、じゃあ、荒野おじも出るのか。荒野はいつ出るだろうな。海に行くと、エビフライを絶対拾ってくるという、おじさんになるらしいです、今度は。はいはい。すごいな。はい。結構ね、あの、こまめにアップデートもしてもらってるみたいなんで、またね、機会があったらよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。2回引くもんだね。来ました、ね。確率低いよって言いながらね。そう、ラギさんは低確率の方引いてくからね。そう。ないだろ、ないだろって思ってたら。いやでも見事に両方とも勝ちましたもんね。うん。すごいな。いや、やっぱり、ランダムというか、運絡みの要素もあるからね、普通に、これは。だからね、気軽にできるんですけどね。そう気軽に闇鍋を作っていくゲームですから。そう、自分が悪いとかじゃなくて、どうしようもないからね。そこがね、合う合わないがあるのかもしれないですよね。ガチガチの推理楽しみたいって人には、こう。ちょっとね、ランダム要素が入っちゃうと。面白くないっていう人はいるかもしれないですね。肌に合う合わないはそこあるかもしれないですからね、うん、確かにね、ダイスロールとかその辺あたりみたいな感じのランダム要素があるところがあるんで、ガチ人狼というわけではないっていうのは間違いない ね、 そうですね、優しい人狼という売りにしてます。ね、優しいのかどうなる。CPU は優しくない。CPU も厳しいです。すぐにもうあのプレイヤーに票を集めてくる。ちょっとでもなんか気に入らないことがあると CPU はすぐにプレイヤーに入れてくるからね。ああ、なるほどね。はい、ストーリーだけでもね、やるとプレイの仕方もね、幅が広がりますので、はいはい、時間があればプレイヤーストーリーの方もやってみてください。はい、はい、では今日はここまでにさせていただきます。ではありがとうございました。ありがとうございました。では失礼します。はい、というわけでね、来週も呼ばれてます。来週もあります。多分来週もあります。